ドンピシャです。ペーちゃんこです。はい、鉄道です。お願いします。よろしくお願いします。どうなさいましたか。いや、ペーさんが最初行こうとしたけど、うん、あの途中で、あ、おとなしくするんだったっての思い出してそうだね、消えてったのかって、うーんってなってたね、うん、エンジンの切れ方半端ないなと思って失速したね、うん、エンストしたみたいになってたね。続けてくれれば、雑談第143回放送始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の3人使用チャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。はい、おります。そういうわけで、うん、2月14日ほいや、おバレンタインでございますよ皆さん。あ、おバレンタインですか。どういう過ごし方をしたんでしょうかね。どうなんだろうね。まあちょっと世間のことを知らないけれども、うん、そうね、知らない。さあ、バレンタインデーの日にさ、うん、ハッピーバレンタインデーっていうのって、うんうん、昔からあった。うん、言うっていうのは言葉に発するとか、そう、なんかハッピーバーみたいなさ。それってハッピーバースデーじゃないの。なんか言ってる人多くて。あ、そうなの。うん、ハッピーバー、まあハッペーハッペーハッペーハッピーバレンタインでもハッピーバーじゃん。うん、で言ってる人多くてさ、ハッピーバレンタイン、あ、そういう風に言うんだ。でもハッピーハロウィンとかなんか言うもんね。俺もツイッターで言いましたよ、うん、ハッピーバー的のね。ペーさんも言ってたじゃん。そしたら、あの、なんで私が誕生日なの知ってるんですかとか、うん、誕生日なんですか、おめでとうございますとか言われちゃってさ、うん、あ、これやべえ、面倒くさくなっちゃうやつだと思って、うん、あの、バレンタインのことですって言った俺は。ああ、ちゃんと言った、うん、まあハッピーな気持ちにしようっていう意気込みじゃない。あ、意気込み、そうなのかな、なるべく。え、なんか言うような感じはしなかったけどね、今まで。でもなんか、ね、うん、ドンさんから聞いたらなんか言ってそうだなって思った、世間は。いや、割となんかそのツイッターをさ、うん、ぼーっとまあ見てると、うん、見てる人意外といて、あ、ほんと、もうあれ、そういう感じなんだと思って、ちょっと不思議に思ってたんだけど。あ、まあ盛り上がり、うん、なのかな。ハッピーじゃないけどね、作ってるんじゃないですか。とりあえずプラスプラスにさ、いろんなプラスな文字をさ、どんどん入れてくわけよ、バレンタインに。そう、ハッピーになっていこうとかさ、うん、まあそうだね。そのうちだから両サイドに「まんじ」ってついて、うわっ、まんじハッピーバレンタイン、まんじまんじ、そう、どんどん強そうになってくよ。そうだよ、なるね、最終形態はやっぱそうなってくよ、なってくだろうね。まあネガティブよりかはいいわな。まあ、そうだよ、まあ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 、そうだね、うん、さっきツイートでちょっと思い出したのが、俺1年前の、まあ昨日か、正確にはブロマが書いてさ、書いたね、それをあの公式が簡略化して、うん、ニコニコの、あ、そう、公式がさ、うん、全く違うタイトルに書き換えちゃって、うん、あったね、そんなの。あったなーっての思い出して、うん、ああ懐かしい、あれ1年前かって。もう1年前や、うん、そんなんあったわ。そう、本来は俺のタイトルは「バレンタインデーは国民的行事なんだから祝日にすればいいんだ」みたいなタイトルなんだけど、それが「僕たちはもう傷つきたくないんだ」みたいな感じでうわ改変されてたっていうのも恥ずかしい恥ずかしい思い出して、あああったなーと思ってさ、うん、あったな。え、それってさ、しかもちょっと荒れたやつ、ちょっと荒れたやつ、なんか何言ってんですかみたいな感じになったやつ。懐かしい、うん、懐かしいですよ。あれから1年、もう1年経ったんだ。あ、1年か。もうだって今はさ、うん、業務的なことしか書かなくなっちゃったからさ、鉄道さん。そんなことないんだよ、一応業務の前にちょろっと書いてはいるんだけど。うん、まあ見てるよ、うんうん、見てるけどね、あの何月の、ま、あんまりそういうのは、まあ、そんなに書かないね、うん、書かなくなっちゃったね。バレンタインやってほしかったな。もうだって去年やったんだからいいでしょう、今年は。今年はもう、いや、また変えられる可能性があるからね。うん、何年かに1回でいいでしょう。うん、そうだね。そうですか、もうあれから1年か。そうみたいだよ。なんかさ、あのネットの記事かなんかで見かけたんだけど、うんうん、学校で要はバレンタインやるときに、うん、教室のなんか先生が話す机あるじゃん、教壇、うん、教壇ね、の上にチョコとかをなんかバッと
て置いといて、おうもうクラスの女子からですみたいな感じで渡してるんだって。へえ、自由に取るってこと。そう、それでなんかそのうちのクラスの女子最高かよみたいな、えつぶやきみたいのがあって、うん、えーと思ってさ、何それ、そうなってんの今と思ってね。はい、配給制度ですよ、だから要は配給、うん、それはいいの、面白いの、わかんないけど、まあ面倒くせえからみたいなところもあるんじゃないの、女性がでしょ。うん、でもさ、俺それ持ってけねえなと思ってさ、もし俺がクラスの一員だったとして、うん、それをさ、だって要は各自持ってくわけでしょ、うんうん、そうだねみたいな感じで、うんうん、でそこに俺もこうこそこそもらおうとしたらさ、うん、なんか女子とかから、あれ あいつも持ってったよみたいになんか、うん、わーって言ったんですけどみたいな言われるんでしょ。でさ、クラスの陽気な子たちがさ、うん、男子たちがその翌月にお返しだっつんで、うん、なんかみんなからお金を徴収して同じようなことやるわけでしょ、おそらく。あ、女子へみたいな。まあまあやるんだろうね。でもらってない俺も取られるわけでしょ。そうだよ、出せよっつって。ああ可能性あるね。ね、あるよね、これ、うん、あるなと思ってさ、超怖くないこの社会。それやだね。もうだからバレンタインから逃れられなくなっちゃうんで、そのやり方をされることにより。転校するねそれは。手配り、ほんとだよね、手配りよりは良くない。あー、まあ、まあ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 、はいはいはいってさ、強制的にもらっちゃう、はい、チロルチョコみたいな、うん、感じよりかはまあ言っちゃいいけど、でも嫌だねそんな学校ちょっと嫌だな、取れないなと思って。いや取れないね、これ もらえないな、あのチョコ。へえ、そんな感じのとこもあるんだ。そういうところもあるらしい。まあもちろん全部じゃないだろうけど、いくつかはそういうところも。だってやっぱね、気になる人、うん、まあ仲いい男子はさ、まあ、義理でもいいからさ、うん、あげときってさ、うん、まあやっぱ本命をなんかコソコソしながら渡すとかさ、うん、ちょっと机の中とか下駄箱に入れとくとかはもうじゃあそこには存在しないんだ、その学校には。もうだって下駄箱なんてあれでしょ、個人情報の保護法の観点から鍵かかってるでしょ。あマジで、ね、許されない人の下駄箱なんてもうダメ、受けようもんなら怒られちゃうでしょ。寂しいな、そんなかな。そうだね、どうなんだろう、やっぱ盛り上がったのかな。いや、まあ、学生とか盛り上がるんじゃないですか、やっぱり。学生は盛り上がるでしょ。あのさ、大学生とかってさ、どうな、あ、今あれか、春休みか、この時期は。昨日なんか放送してたら、今春休みだって言ってたんだけど、毎回この時期春休みであれなのかな、なんかあんまりその渡せてたりとかできてないのかな。大学にもよると思うけど、うん、うん、まあ休みのところもあるかな。うちどうだったかちょっと忘れちゃったけど。あんまりでも大学生でバレンタイン盛り上がってる感じはなかったけどな。やっぱもうあれかな、めんどくせえのかな、人が多すぎて。うん、かな。なんかどんどん俺、うん、俺はだってその頃あれいたもん、ハニーがいたからあーハニーが、うん、そのハニーからすっげえ硬いチョコもらった。カチカチのやつ、カチカチのカチカチで食えねえやつ歯と同じ強度でしょ、歯より硬いやつうわ歯より硬い、うん、うわでもらったから大丈夫。でも絶対勝てねえじゃん、無理だね、うん、砕けないんだ、うん、砕かれるわ、うん、へえそうですか。じゃああんまサークルぐらいか。そうかそうか、あーサークルか、サークルには入ってなかったからちょっとそこの感じ。あーサークルはありそうだね。サークルはまあまあありそうだね、うん、サークルってさ、うん、そのなんていうの、自分の大学以外の人もいたりするとこがあるの。ある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 。えどういうことなの。どういうこと。なんていうのかな、オープンな、オープンサークル、なんとかみたいな、なんとかとかいう言い方、なんとかとかいう言い方するんだよ。なんとかっていう言い方するの。オープンもなくなっちゃったけど結局。そうだから、ね、早稲田の演劇とかがそうだったかな、インカレ。あーそういう言い方もするかもしれない。インカレ、うん、スーパーフリーじゃねえ懐かしいよ、やべえ懐かしいあれもでも似てない似てないよ、うん、まあ要は有名なサークルで、うん、もうほんと
幅広くどこからでもいいよっていうので、うん、よその大学からとかよその地域から入って、それはどこに集合するの？じゃあ何々大学のところに集合ね、何々大学のサークルだから何々大学の中にやるんだよ、うん、へえ、うん、じゃあ他の大学生は終わったら、うん、そこの大学違う大学まで行ってなんか普通に入れるってこと？入れる入れる、入れちゃうんだ。大学って入れるよ、なんか。そうなの？うん、まあ厳しいとこもあるけど、うん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 、場所によっては大丈夫なとこもあると思うよ。へえ、そうなの。すごいな。多い多いと思うけどな、うん、それなりに。インカレ、うん、インカレっていうんだ。なるほどね。大学生もいいよね。でももう終わるでしょ、大学だってさ。大学はもうちょっと、まあ年度末ですからね。うん、そっかそっか。まあ終わったり留年したりしてんじゃない今みんな。そうじゃない。ドキドキ留年ね。留年して諦めちゃったり。留年って結構絶望的だよな。そうだね、いるから。いるから。いないとは思うけどさ、うちにはね。留年したやつなんてのは。そうだね。とけ。あのね、絶望的やっぱり大学でもさ、先輩後輩あるわけよ、うん、うん、でやっぱそういう人たちとでも後輩だった人が同級生になるわけだから、うんうん、まあ夏前ぐらいまでは馴染めないよね。いやー辛い、それは辛い。結構馴染めない、結構馴染めない、結構馴染まなかった俺はね。辛い。そう、しかも俺和太鼓やってたじゃないですか、うんうん、で和太鼓も一応学年があるじゃない、学年は関係ないから、うん、で新しい年になると、まあ、その新しい代が一番上になった代で新曲を作るみたいなのがあるのね、うんうんうん、でまあ俺その大学4年の時にまあまあセンターというか、まあ、要は頑張ってた方なのよ、うん、真ん中の方で戦わせてもらったりして、うんうん、で留年してさ、うん、残るっていう風になって、うん、俺どこに残ればいいなるじゃん。なるね。やっぱさ、ね、下の代は下の代でよし、じゃあ新たにやってこうみたいなあるわけでしょ、うんうん、そういう熱意が、うん、でそこにコブみたいなのが残って、うん、あーと思って、だから俺その新曲作りの最初の方は参加しなくて、うん、いや俺はいいわみたいな、うん、みんなで やんないよみたいな感じで、うん、まあ一人でぼーっとしてたら、うん、後輩からちょっと来てくださいよみたいな、あれうわー気がつかないですね。どうする、やだねー。なんかもう先生みたいになってんじゃん。そうだね。よよもういいよ、呼んであげな。だって1年生とかもちょっとさ複雑だよね、なんかね、うん、あれあの人よくわかんないのがいるわけでしょ。だってそのあれ4年じゃないのがいるってこと、5年生がいるってことでしょ。そうだね、うん、なんすか、え、な、え、OB の方ですかみたいな、あの人誰なんすかみたいな、あれね、あの人あ、いや、ダメ、ちょっと大きい声で言えないんだけどみたいな、うん、そうね、うん、まあ、そんな感じだった。うわーやだね、それやだわ。結果馴染んだわけでしょ。まあ結果どうにかね、馴染めてたのかどうかはちょっとまあ微妙なところだけど、うん、まあ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 って感じだよ。今太鼓やってる人たちいるじゃん。うん、あれはどこの人たち、 どのライン、半分が俺と同じ台で、うん、半分が俺と下の台で俺と同じ台、うん、そうだね、で結果全部俺と同じ台。ああ 俺視点でいくとね。なるほどね。そうそうそう、まあ、正確に言うと俺より1個上の代も俺と同じ代なんだけど、あれと同じ年か、だからね、うん、だからもう本当に訳がわからないね。鉄道さんがじゃあ架け橋になってるってことね。俺がだからさ、うん、架け橋っていうかまあひっついてるっていうか、成虫のように、うん、なんか全てにひっついてる感じいいバランスになってるってことだもんあーどうなんだろうね。なるほどそうそう、大学はでもより如実なんじゃないかな、そういう年離れててもみたいな。社会人ってもっとあるじゃん。あるね。年バラバラとかだったりするじゃん、同期でも。まあそれとそれのだから一個前の状態みたいな、修行みたいな、練習みたいな、うん、しんどいな、まあ、しんどいですよ。だからそうそうそう、しんどい、気をつけた方がいいよ。だから留年だけは、うん、気をつけて、みんな、ほんとみんな誰もがちょっと不幸になるからね。そうだよね、うん、そうだよ、気まずいもん、相手方も。気まずいでしょ。いや、相手の方が気まずいよ。誰だろう、ね、あれ、どういう、なんだろう、敬語なのかな、どうするのかな。ああ、そうね、ため
じゃないけど同じ学年だからなみたいな。入り口が一緒だったら多分タメ口だと思う。うん、ああうん。そうだね。そう、やっぱ言うのちゃんと、そのその言葉、あ、俺浪人してるよとか、うん、留年してるとか、うん、留年してるから留年はまあさ、タメ口とか分かるって言うの。じゃあでもその一回俺浪人してから大学入ってるから、うん、そこでの同期って一個下の人が、はい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 、はい、うん、そういう時はまあ行ってたね。でもその同じ浪人組を捕まえて、うん、そこでやっぱまず一つ仲良くなるわけよ。なるほど、バカ同士で、まず浪人図、そうバカ同士っていうのもあれだな1年前バカではないんだけど、1年前バカ、うん、そうがなんかまあ多少ね、だからちょっとあお前もかみたいな、なんか仲間を見つけたみたいなね、うん、お前もあそこ行ってたんだなみたいな、そういう感じの、うん、行こう行ってたんだねみたいな仲間を見つけるところから始まって、まああとはでも普通にタメ口になるよね。まあまあそうなるよね、うん、まあ、そこはそうなる、面倒だもんな、単純に。へえ、そうなんですよ。ああ、それは大変だな、そうなってくると大変だな、うん、大変だね。やっぱね、ストレートに、うん、まあ理想はね、理想はそうだと思うよ本当に、うん、まあ、この中にも多分いるだろうけどね、今見て、うん、いるでしょうね。絶賛浪人中とか、浪人中、うん、まあ、まあ、ひょっとしたら浪人が決まったみたいな人とかもいるかもしれないし、うん、浪人は多そうだね。留年はどうなんでしょうね。留年も多いんですか、やっぱそこそこいるんじゃないかな。単位取れなかったとか、うん、うん、結構なんかね、ほんとちょこちょこ見かけた、あ俺と同じだあいつみたいなあいつ、あれあいつもいるぞみたいなね。何何もうなんか書いてあるの、後頭部かなんかに留年って。そうまず札をしなきゃいけないつれつれ留年ですって札をさせられるから、あそれでわかる、あ、あいつだっつって、 あいつだ、あいつもだ、うん、そうなんですよ。まあそんなわけでですね、うん、そんな話はどうでもいいんですよ、うん、我々、11日の土曜日ですね、はい、11日に、まあ、党会議というものがありまして、はいはい、うん、ニコニコ党会議2017、うん、まあ我々土曜日に参加させていただいて、してきましたね、一日丸一日行きました ね、 ね、やらせていただきましてね、まあそれを見に来てくれた方も結構いたようで、うん、いましたね、うん、でいろいろとね感想とかもいただいてはいるんですよ。ほう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 、じゃあまずちょろちょろっと読もうかな。はいはいはい、いいですか。例えば、うん、スカイランナー的田さん、男性の方は、うん、都会議お疲れ様でしたと。ありがとうございます。そしてフォーナー勝利おめでとうございます。ありがとうございます、はい、そうなんですよね、フォーナーで、うん、まあ、対決みたいなあれだったんだけど、まあ、無事にね我々勝つことができました。いやできましたね、よかったですね、本当に、うん、無事勝ちましたな。党会議のコンパスの時に、うんうん、3戦目あたりからボコボコにされすぎてて本気で焦ってる感じがして面白かったですという感想。3戦目どころかですけど、3戦目どころじゃないよ、うん、そうね、まず一番最初にうちらは歳三さんと一緒にさ、ゲーム実況ステージ、うん、ストリートセカンドみたいな、うんうん、なんかそんなところで歳三さんと一緒に遊んだんだけど、うん、でその後にコンパスっていうね、うん、アプリゲームに出演することになってて、うんうん、でまあそこ行ったんだけどさ、でどんな感じだったかというと、うん、あれは会場の方もともとどういうあれで最初の戦った人たちは集められたのか分かんないんだけど、まあ、うん、なんか、うん、抽選かなんかだったかな、なんか見に来てくれた方とか、うん、まあ、前もって募集していた方と実際にうち三人称が戦うみたいな形式だったんでね、うんうんうん、で、まあそれで7戦やったのかな。そうですね、7戦ですね、うん、で、7敗したのかな。7敗しましたね、見事に。僕らもね、やってないわけじゃないんですよ。そうね、ちょこ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 やってたわ、出たんだけど、あの、うん、一番上のランクとかがさ、レベルが違ったね、うん、そうだね、 S6 っていうのが一番上なのかな、なのかな、うん、やたら多かったね、やたら多かったね、で1個前の人たち、うん、うんうん、のなんかやった人、うん、やった
のはこのランクでしたみたいの見てさ、うん、まあ2個3個ぐらいその S が全部並んじゃってうわーとかさ、うんうんうん、なってたけど基本的にはなんか、うん、程よいとこ、うん、A とか B とかさ、うん、が結構出ててさ、うん、あーまあこの辺ならと思ったら俺らほとんど S 引いてたね。そうだね。で、うん、1回だけさ、うん、1回じゃないか何回か選んだんだけどうちらが、うん、そうだね、お客さんをなんかお情け的な感じですごい低いの、うん、低いランクの人たちを選んでみたみたいなね。選んでみたんだけど、うん、なんかねコメントだったけどね、うん、実際なんか誰が選んだか分かんないけど、うん、あれ嘘ついてた、そう嘘ついてた人がどうやらいたらしいね。そう、どういうこと？ D ですって言いながら実は S でしたみたいな。あーそうなんだ、うん、まあいいけど ね、うん、ね、まあ、別に俺らはいいけど、うん、結果だって多分ね、うん、D の人だろうがあんま変わんなかった。まあ変わんないよね、うんうん、まあ変わんない。でもね俺ちょっとね、うん、反省してるんですよ。はあ、はあ、やっぱり、うん、なんていうのかな、まあ、コンパスうちらもさこれ、うん、コンパスに出るですみたいな、うん、こう出ませんかって言われてから始めたじゃない。そうだね、そうだね、うん、でそれまで知らなくてさ、うん、俺コンパスっていう名前で陣取りっていうからなんか会場駆け回ってなんかすんのかなとか思ったの、うん、あはい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 、そういう体験ゲームみたいな感じでね、うん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 、そしたらかなりちゃんとした陣取りゲームでさ。そうだね、うん、で、まあ、その参加された方がみんなやっぱすごいやり込んでらっしゃったじゃないね、うん、でうちらまあ言っても本当にまあ申し訳ないんだけどこういうお話いただいてからやったから、うん、そうだね、やっぱ差がありすぎたというか、まさかそんなだったね、やり込んだっていうわけではまあ正直なかった、ね、そうそうそう、まあ企画趣旨的には向こうがそれでもねうちらを選んでくれたんだからまあいいんだろうと思うんだけど、うん、あれでねよかった、まあ怒られなかったしね帰っても、まあね、お疲れ様でしたみたいな、ね、お疲れ様でした、うん、ね、全然大丈夫だったけど、大丈夫だったんだけど、でもやっぱもっとやってる人たちが出るべきだったような気もする。いやまあそりゃそうだろうね。ね、だからなんかこう何も知ら、まあ映り方としてはさ、うん、放送のまあ何も知らねえやつがなんか来て、急に来て、うん、急に来てヘラヘラして負けて帰ってったみたいな映り方しちゃったかなみたいなさ。まあそうね。ね、だからやってる人から見たらそうそうそう見える。ああそれってなんかちょっとあんま好きじゃないやつじゃんと思ったの俺。俺はね。うん、うん。まあこれ俺個人の意見なんだけどさ。うん。だからあーなんかもうもっとやっとくべきだったっていうのもあるし、まあ、もっとやってる人たちのやらせるべきだったなみたいな。そうだね、ちょっとね僕反省しちゃったんですよね。いや俺も反省しました。まあもっとやるべきだったなとはすごく、そうだよね、すごくそれは思いましたね。なんかねでも、うん、もっと軽い感じなんだなって勝手に思っちゃうね。そうあのね企画のその趣旨を、うん、多分ね、うん、全然理解してなかったかな。ちょっと想像とああ全然違かった。予想以上にあのガチだった。そうなんだよね、うん、なんか俺もっとその辺なんかその本当その辺にいる人捕まえてアプリダウンロードさせて、うんうんうん、でもいや俺もそう思ってた。一から始めてやりましょうよみたいなやつなのかなって勝手に思ってた。そうそうそう節があって、うん、俺も勝手に思ってたそうやってそのなんかねこのコンパスっていうゲームがあってそうそうそうでこう陣取りでうん、なんかワイ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 こうね分かんないながらもうえーっていう感じなのかと思いきやモサ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 だったから、蓋を開いてみたらモサしかいないモサなのねあらーと思っておーと思ってね。しかも俺の場合さ、うんうんうん、プラスでやることがめっちゃあってさ、はい、あーまあなんか部屋を作ったりしなきゃいけなかったからね、うんうん、みんなどうですか感想とか言ってる間に、うんうんうん、俺は次のステージ選んで、うん、でなんかその強さカードの強さはここまでみたいの設定して、うんうんうんそうだね、部屋作って、うん、それを運営の人に見せて、うん、でドンテツにも見せて先に入ってもらってとかっていうのをやってて、ね、俺もう何も考えることができなくてさだよね。そううわーすごいですねとか言ってるけど俺もうやってるのはもうずっとそのステージとかでさ一番最初に俺間違えちゃったからさ、うん、マップを あったね。いやもうね俺ずっとテンパってたな。まああれは大変な作業だったね。大変だったね、うん、ありましたね。
ああ、まあでもコンパスは、うん、まあでも面白かったのかな、ね、やってて、まあ、負けまくってんなとは思ったけど、そうだね、うん、まあでもこれでいいならいいなって思いながらやってた。そうだね、いやもう俺は開き直ってたけどね、もうこれはしょうがないなとこうなってしまうのは、うん、まあ、あ、コメントにあるけど MC の人別に当たり強くなかったよ。え、強くない強くない強くない、強くない、むしろすげえ、むしろめちゃめちゃ助かったけど、そうそう、うん、ああいう感じで来てくれるおかげで、うん、どうにかつなげたなっていう感じ、うん、ああ来てくれないと逆にちょっと、そうだね、ああ大丈夫ですかみたいになっちゃったさ、困っちゃったと思う、うん、困っちゃうからね、あ、本当によかった、すごいやりやすかった、本当にすげえよかった、まあ、できる方なんだなって、ね、プロなんだなっていう感じがしてよかったですね、コンパスでね、はい、他にもいくつかいただいておりまして、はいはい、あれこれ名前がちょっと後で、名前ちょっとごめんなさい書き忘れちゃったな、男性の方、はい、うん、都会議2017お疲れ様でした、ありがとうございます、今年は三人称の皆さんが都会議に出ると聞き会場に行かなければと思っていたのですが、はい、うん、部活が午前中だったため、おい、あー、なるほどね、着いた時にはすでに13時40分頃、うんうん、ほうほうほう、お三方の出られるイベントが一つ終わっていて、真っ最中ボコボコのチャンプ、コンパスステージの終盤だったと、ボコボコにされてるところから見に来てくれたんだね、うんうん、あー、ありがたいね、まあ生で皆さん見れたということで友達と勝手に興奮していました、ううん、でフォーオーナーのステージが16時からということだったのですが、はい、まあ、友人が塾があるというので途中で抜けるかってなってたんですけれども、うんうんうん、予想以上に試合が面白く気づいたら終了まで見ていましたと、あら、あ、うん、でまあ早く帰らないとって思って焦っていると、うん、3人が出てきたと、うんうん、出てきてしまった、うん、そこにでこう、うちらが、まあ、その出てった時になんかこうちょっとモーセみたいになったみたいなね、あ左右にパッて分かれたみたいなのがちょっと、ね、うん、ちょっと通る時にハイタッチみたいな、そう、驚きましたね、あの時にね、うん、ところで本題なのですが、うん、前々から聞いてはいたのですが、うん、まあいわゆる出待ちみたいな、うん、に女性の方が圧倒的に多いことにびっくりしました、はあ、うん、お三方は下ネタがひどいような三人称が、うん、女性の方々に人気が高い理由はなぜだと思いますか、知らねえなあ、うん、でもね、なんかあんまり女性多くなかったけどね、うん、コンパスの時は男性が多いですね、うん、あの MC の人もいたんだけど、ね、半分ぐらい男性の方でだったし、うん、そう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 、あのね、男性の方我々多分それなりにいる、やっぱいるよね、いる、うん、いる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 、うんうん、全然いると思う、うんうん、と思うなーって感じがする、うん、男性の方が来てくれるとわってなるよね、やっぱり、うん、やっぱり嬉しいよね、そうだね、うん、俺触っちゃうもん、あー、わかる、ういっつって、うい元気かみたいなね、うん、そうでさ、俺一番最初にさ、うん、一番最初の枠あったじゃん、歳三さんとさ、あの4人でやるやつ、うん、で、座布団に座ってみんな待っててくれたじゃん、サブット、はい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 、ゲーム実況ストリートっていうのが、うん、椅子じゃないんだよね、椅子じゃない、見てる人が椅子じゃないんだよ、地べたに座布団を敷いて、座布団だったね、そこに座るっていう、うん、まあ別に俺は批判するわけじゃないけどいいのかなっていう俺は別に批判するわけじゃないよ、うん、運命を、うん、でもこれはいいのかなっていうやつ、割と俺は驚いたけどね、うん、あらーんと思って、うん、でも、もう組まれちゃってるから何にも言えないけど、ね、地べたかよとは思ったけど、ああちょもうちょあそうですかみたいな感じにはなったけどね、申し訳なかったけど、あそこで座っていただいた、だ、始まる前にさ、もう、座って待っててくれてた人がいて、うん、俺トイレ行って帰りにさ、うん、裏に入るときに座って男の子が待っててくれたの、うん、おう、でわーっつってさ、俺さ、背中あたり「ういういとか言ってやってさ、うん、向こうもなんか「うわ」みたいになってたの、うん、でその時は考えなかったんだけどさ、うん、仮にあの時に、うん、俺歳三さんメインで見に来られた人だったらどうしようと思ってさいや本当にそうだね、うん、俺その時にさ、俺申し訳なくなっちゃってさ、うん、
あの子がね、どっちだったんだろう。すげえ複雑な顔してたんだよね。どうだろうね、スタッフだったんじゃない？いや、それだったらやばいね。それだったら全然関係ない人だったね。なんかちょっとここ楽しそうだから座ってみてるみたいな感じの人だったら、こいつ誰なんだろうみたいな。あの時でちょっとやっちゃったなっていうのが、急にやっちゃったからな、そうね、うい、まずちゃんと聞かないと。そう、そうだよ。どなたをどちらを見に来たんですか、そう、うん、最初からちょっとね、次はそうやって言おうかなと思ってます、うん、そうだね、うん、そうだね。あ、ちなみにさっきのメールはフォルさんからでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他にも、うん、例えば、うん、チーさん、性別は書いてないですね。はいはい、こんばんは。いつも楽しい配信をありがとうございます。おい、先日の東海駅についてですが、うん、鉄道さんは富江ちゃんにエッグをもらったそうですね。うんうんうん、富江ちゃんはあの日のためにエッグを、20個用意していったそうです。エッグを渡された時の様子やお気持ちをよろしければ教えてくださいということで、まあ、富江さんっていう実況者の方がいて、うんうん、そうだね、うちらの隣に、そうだね、隣、隣、あとか、あとか、あとだ、あとだ、2時半とかからやってて、で、まあ、なんか前々から、あのさ、うん、いいんだよね、男性でいいんだよね、男性でいいんだと思いますよ、だよね、うん、男性なんじゃないですか、男性でいいんだと思いますよ、多分。ああ、でもどう、どうなんですか、いや、女性なんですかね、あ、いや、どうなんですか、フェアリー。フェアリーにしとこうか、うん、そしてまあでもそのいわゆる、エッグ、うん、なんて表現すればいいのかな、うん、セーグですね、だからねそうだねそうだね、うん、セーグをいただきまして、うん、まあでもなんかどうだったと言われてもセーグをもらったっていうぐらい。でも俺はね、うん、一番最初に、うん、富江ちゃん、うん、富江さんって呼んだ方がいいの、富江さん、うん、が控え室、まあ、なんていうか、バックステージっていうの、はい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 、の入り口のところから顔だけひょこっと出して、うんうん、鉄道さんを呼んだ時のなんていうの、フェアリー顔は、うん、今でも覚えてるよフェアリー顔してた、うん、全然それ見てなかったんだよな。そう、ドンさんとトジゾウさんは椅子座って、うんうん、ご飯食べてたの。ああ。そう。で、俺は鉄道さんといて、で、そしたらひょこっと出てきて、あ、来たと思って、うん、で、鉄道さん全然気づいてなかったのよ。うん。そしたら、鉄道さんっつって、で、鉄道さんプッと見たらさ、もう手に握りしめてる、セーグを。へー。これっつって、で、ちょっと写真撮ってくれませんかっつってさ、うん、写真撮り行ったよね。写真撮ってもらった、うん、スタッフの人に。で、これ、うん、これ使ったら送り返してくださいって言われてた、うん、お返しは使ったら送り返したものでいいってすごいな。そう、だからそういう意味では俺バレンタインもらってるな。ああ、え、バレンタインなんかチョコ、まあ、一応チョコのやつだった。ああ、そうなんだ、うん、茶色いやつ。ああ、そうだね、使ってはいないんだよね。ああいった制具を使ったことがないので。ちょっと使いなさいよ。使ってないんだよね。今は一回ちょっと、うん、今使うの？使ってくださいよ。今使わないよ、うん。エッグはないけど俺は。ああ。ああ、あの棒状の？他はあるから。赤と白の？うん？白？銀？やつ？何色だったかな？俺もないな。ないんだ。使ってごらんなさいよ。なかなか。どうなんだろう。でも儀式に準備がかかりそうな気がするんだけど。うん。あとなんか終わった後に、うん。その虚しくあのね終わった後はうーんすごいね。そうだよね、あの感じ。そうでしょ、うん、あの感じすごい。やっぱそのグッズをさ、うん、どじり締めてるわけでしょ。そうで、あーってなるわけだよね。でそれを見てしまうよね、やっぱり、うん、で見るね。もう手からさフュッて消えるわけじゃないじゃない。うん、うん、処理とかも、うん、そう、捨てるとかさ、捨て方にもさ、なんかいろいろ手順がきっとあるわけでしょ。うん、あるある。こうなったらまずいからこうしとかないとみたいな。そうだね、その手間がやっぱり
いや、それ考えると、ね、それ考えると厳しいよな、うん、ただその分使ってる時はやっぱりそのいつも以上のものが得られてるわけだからやっぱ、うん、やはり、うん、どっちを取るかだよね。そう、うんうん、そうです、そうです。そうか。でも立ち直れなくなるかもしれないからな。あ、でも中には俺の知り合いでいたね、うん、そういうそっち系を使ってる人がいて、うん、まあその人に勧められて使ってみたらってことで、うん、まあ一回使ってみて、まあハマりはしなかったんだけど、使ってみたんだけど、その人は本当にハマっちゃってて、あ、やっぱなかなか抜け出せないくなってたね。だその人はもうなんか洗って何度も使えるやつみたいな。ああ、なんかある、なんかいくつか種類あるらしいね。うん、あるらしいんですよ。使い捨てのもあれば洗って何度もいけるみたいな。そのエッグはどういうタイプなの？エッグもそういう、エッグはね、多分使い捨てなんだと思う。ああ、そんな話を聞いたことがあるんだけど、違ったかな。まあまあまあ、まあ、あんまり西部の話してても、そうだね。バレンタインにね、そうだね。まあまあ、面白かったですという感じでございます。うん、他にば、うん、サカヤンさん、女性の方、トカゲお疲れ様でした、はい。最初のトシゾウさんとのゲーム実況、スピードランナーとリーサルリーグ、まあ、この2つのゲームやったんですけど、うん、特に皆さんとても楽しそうで、こちらも見てて楽しい時間でした。はは、三人称さんたちは今回、うん、トーク会議を見ていて一番気になった出来事などはありましたか？他を見る余裕がなかったからね。見れなかったからね。もうちょっと、もうちょっと周り見たかったね。ほとんど見てないんじゃないかな。何にも見てない。なんか、あ、なんかこんなのあるんだぐらいで、本当通りかかるときにチラッと見たとか。そうそうそう。あの人出てるとかさ。うん。その程度だね。だよね。うん。ほとんど。もう。ちょっと見れたらよかったね。あんまり見る余裕なかったな。あのワクワクバンド、ゆげさん、ゆげさんとこのとこはさ、ステージがでかかったじゃん。うん、朝一でやってたやつ、はいはいはい、うん、あれ俺と鉄道さんで、うん、あのリハしっかりしたリハしてたから、うん、そうだね。ね、俺と鉄道さんだけだったよね、お客さんね。うん、で、あれだよ、ゆげさんっつって手振って、うん、邪魔した。あ、邪魔した。邪魔してきた。うん、なんか邪魔してきた。邪魔したね。うんうん、そのぐらいだっけ。それぐらい。うんうん。うん、そんなもんだな。でっかいところやるんだなって思いながら見てたな。コメントにファンの目全然見なかったってあるけど、割と見てたけどね。見る人はファンの目、もう見に来てくれた人ってこと？うん、あ、俺全然見てない。あ、本当に、うん、俺結構見てたな、いろいろ。俺もちょこちょこ、まあ、マリオの人とかさ、ルイージの人とか見れてないと思うな、うん、なんか俺その端っこに座ってたりしてたからはいはいはい、はい、どうしてもそっち側を見ちゃうっていうのが、うん、まあ、自然な流れだと思うんだけど、うん、だからたまにこう気づいた時は逆向くようにはしてたけど、はい、なるほど、うん、あんまりやっぱ意識してないとね、ゲームやってるし、まあ意識しないと見ないね。他の人と喋ってるしってなると、どうしてもね、見づらいだよね。その辺はね、あの去年でちょっとずつ慣れてったな。あのニコバーから始まり、はい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 、まあ、イベント何回かやって、うん、うん、ちゃんとなんかどんな人が見に来てるんだろうっていうのを見るようにはなったかな。うん、うん、やっぱいろんな年齢層がね、いるなあとは、ね、いたよ。うん、毎回思うかな。すげえ奇抜な髪型の人とかさ、あのパンクな、ねえ、パンキッシュな感じの人とか、どうしてうちらのことを好きになったんだろうっていうのもちょっと気になるし。うちらなのかな、俺らなのかな、わかんない、もはやわかんないよね。指導さんなのか、関係ないのかもしれない、うん、誰かの時間つぶしなのか、うん、そう、すごいパンクな人だな、ね、うん、なんだろうね、不思議だなと思いつつも。そう、あとね、カレーさん、枯れた声っていうね、うん、あの YouTube とに、まあ、ニコニコでやってる昔からいる方、 COD のさ、うん、
あれ党会議でさ、うん、いたんですよ。あ、いた。なんかね、あのコスプレ CG レインボーシックスかなんかの格好して、うん、いたちゃんかのっていう話だよね。服装でいたらしいんだけど、会えなかったな。会えなかったんだよね。会えなかったね。会いたかったな。多分唯一 あの場にいる古巣の人たちでしょ。そちらの知り合い。そうだね、うん、多分そうかな。そうなるか。そうなると思う、うん、あ、 あの党会議の土曜日はね、うん、カレーさんぐらいじゃないかな。会いたかったけど、会いたかったな。どうにも本当に時間なかったね。なかったよ。なかったなかった。あのさ、二人は多分、うん、知らないかもしれないんだけどさ、うん、お弁当ちゃんとどういうやつだったか見た？んー、ガパオ的な、ガパオライス的なやつだったでしょ。食べれなかったんだけど、俺も、うん、そう、なんだかんだで食べれなかった、うん、あれすごいね。俺初めてああいうタイプを食べたんだけどさ、うん、発熱剤が入ってて、あーあったかくなるの？そうなんだよ。あれすごい、すごいぜあれ。知らなかった全然。そうなんだ。そう、発熱剤が下に入ってて、で水もついてて、うん、でなんか、まあ、下に発熱剤置いて、うん、でおかずとご飯ボッて置いて、うん、でさらになんか脇に水を入れれるところがあって、うん、はい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 、その脇の穴から水バーって入れて蓋を閉じると、うん、ブワーって湯気が、そう、湯気がブワーって出てきて、へ、はいはい、そう、そうだったんだ。2人がなんかあの多分タバコ吸いに行ってる時に俺は食べた、うん、食べちゃったんだけど、うん、いや、まあまあまあ味もまさかあったかいものがあそこで食べれると思わなかった。ちょっと、うん、ちょっとテンション上がったなあれ、うん、食べればよかった。うん、なかなか、ね、なかなか良かったです。あれこんな弁当あるんだと思って。なるほどね、うん、初めてああいうタイプだったわ。何も食べなかったなあの日ね。結局ペイさん結局何にも食べなかったらしいね、うんうん、朝だから、あの一番最初の枠で飲んだモンスターエナジーと、うん、2枠目の、違うわ、フォーナー前の控え室で、うんうん、あのみんながワイワイ喋ってるところで俺も笑いながらこっそり飲んだイブだけ。笑いながらこっそり飲んでた。そう、面白いですねっつって横にさ、和の子さんと佐子さんと歳三さんいて、なんかこのアプリ面白いんだよみたいな、うん、佐子さんが言ってて、あ、はい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 、マジですか、じゃあ俺もやろうかみたいなこと言ってる、うん、最中に俺はもうこそっとね、そう、頭にカバン見ずに中こうガソゴソゴソって言って、うん、なるほどね、うん、シュッと飲んだ、うん、それぐらいだったね。なるほどね。じゃあ、うん、次いきますよ。はい、亀山ペッコさん、男性の方。はい、うん、三人称のお三方は東海岸お疲れ様でした。お疲れ様です。フォーナーでのドンさんの緊張した顔がものすごく印象的でした。いやー、そうね、この人本当大丈夫かって思いました、うん、そんなだったんだね、いや緊張したもん。隊長さんとの対面は、対マンは接戦でしたが無事に勝ててよかったですね。かっこぺちゃんこは雑魚かっこたち。なるほど。まあいろいろありましたが、一番ひどいなと思ったのは鉄道さんです。あれ、お、何がひどいってコメントの下手さです。あれこれだいたい鉄道さんが回して進めていくことが多かったにもかかわらず、振られた時の何も考えずに口だけで喋って結構突っ込まれてました。あれあれ、あれはただ単に、緊張していただけなんでしょうか、それとも普段できる人間を装ったポンコツなんでしょうか。なるほどね。放送自体はどの枠もすごく楽しかったですということで、うん、これじゃあまず俺からいいですか。あ、いいですよ、どうぞ。あのね、フォーナーの時の俺はね完全にポンコツだった。あーもうあれでしょう、結構来てたでしょ、ね、コンパス終わってから、うん、もう何もかもなくなっちゃって、うんうん、わかる。まあ、俺あのね、その前の日の話からしなきゃいけないんだけど、うん、これを語るにはまあ言い訳、うん、言い訳だな、うん、言い訳なんだけど、いい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 、12時ぐらいにまあ寝ようっつって、その前までドンさんとさちょっとなんか遊んでてさ、うんうんうん、標準さんとかと、でドンさんが11時ぐらいに起きて、うんうん、あ寝て、で俺その後標準さんと2人で、うん、もうちょっと遊ぼうかなみたいな感じで、うん、アラームとかやったりしてね、うんうんうん、でも結局12時ぐらいには、ね、もう寝るからっつって寝たのよ、うんうん、でもそこでさ全然なんか寝てんだか寝てないんだか分かんない感じで、はい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 、横になっててなんか夢を見てるんだけど、その夢が全て自分の想像通りにいくわけね、とか想像した通りになって、うんうんうん、だから
頭が動いてる感覚があるわけよ、うんうん、そうするとこれ寝てないのかな俺っていう風なこと考えながら、うん、なんかこうずーっとぼんやりしてて、結局3時半ぐらいにダメだって言って起きたわけ、ガバッと、うん、でも気がついたら3時半だから、まあ、3時間ぐらい経ってるから、うん、やっぱ寝てたのかなとか思って、うん、まあでもそのまんまもう寝るわけにはいかないっつって、もうそのまんま都会に行ったのよ、うん、でまあ歳三さんとで最初すごい喉を使ったでしょみんな。危なかったねあれ、だってもう枯れるかって思ったぐらい、うん、キャッキャキャッキャしてたでしょ。キャッキャしたね、うん、でその後コンパスがあって、うん、俺もうなんかどうしていいのかなみたいな、ちょっといろんなこと考えながらさ、そうだね、これ大丈夫かなとか、うん、で終わった後もうふって電池が切れちゃって、あの間マジで多分全員切れたね、うん、切れたね、うん、スイッチいったよね、うんうん、で俺控室でなんかこれもう寝た方がいいのかどうしようかっていうので、うん、こ うずくまったりどうしようかなみたいになってたんだけど、まあ結局そんなに時間なかったから、そうだね、それでもまあすぐ本番だっていうのでさ、うん、でいろいろまあ振られたりするわけよ、うんうん、で喋るんだけど、うん、何にも出てこないの、もう口を開いて考えられないだろうね、うん、俺も本当にひどかったよ、よあの時は、うん、今でも覚えてるもん、自分があれ俺何の単語も出てこないぞこれっつって、うん、あーこれは強い状態ですみたいな言ってた本当に何も出てこなくてさ、やべえなーと思って、あれはね、だからまあ本当ちょっと申し訳なかったなっていう、いやまあしゃあなしですよ、本当はね、もっとここで的確なコメントをバッて言ってさ、うん、おおみたいな、こいつ何やらせてもすげえなみたいな、うん、いや言うて、うん、あれちゃんと寝てたとしてもやっぱ3ステージ目で結構辛いとは思うから、まあね、うん、それなりに、うん、まあ、僕らはもう初体験でしたから、あの投下機自体がね、うん、だからまあポンコツだったということをね、なるほどなるほど、改めてお伝えしておこうかなと、なるほど、まあ、よくでもよく見てらっしゃいますね。いやそうだね、あこいつポンコツだって思ったんだろうね、いや俺も緊張したからね本当に。そうだろうね、そのみんなは知らないだろうけど、その俺左手の親指ずっとつってたしで、胃が、うん、あのね、俺緊張でこんなに胃痛くなったことないなってほどに胃が痛くて、うん、もう本当に飛び出そうなぐらい緊張してた、うん、なるほど、やっぱああいうその勝負事、うん、でああいうそのね、みんなが見てるような舞台に乗ってみたいなのがやっぱなかなかないからさ、ないよあれは、緊張、しかも大将じゃん、そうだね、勝たないと景品もらえませんみたいなさ、はい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 、そんな状況だからもうそりゃもう緊張したね。ドンさんのね状態については、うん、もう一方見てる人がいて、しまめさん女性の方、うん、先日東海議お疲れ様でしたと、うんうん、フォーナーのステージで一番見どころだったと、個人的に思う瞬間は、うん、平さんが負けてしまい、あ、いい大人たちさんとの1回戦の勝負がイーブンになって勝敗の行方が大将戦に委ねられた瞬間、うん、まあ、どういうことか分かりやすく説明すると、うん、いい大人たちさんとの、うちらは2回戦ったのかな、だから、うんうん、でその1つ目が、1対1の対決で、はいはい、うん、先に2回勝った方が勝つっていうね、はい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 、うん、で初戦が歳三さんが出て、うん、勝って終わって、勝ってくれたね、2戦目地方でペイさんが出て、うん、あっという間に負けて、ええ、ええ、で3戦目なんだよね、だからここで勝たないと一勝できない、うん、そう、その時にドンさんが出たわけだよね、そう、うん、あれは、その瞬間、対象戦だっていう瞬間に、うん、ドンさんの様子が急におかしくなっていったと。いやおかしくなるよ。まだ、うんうん、あ、どうぞどうぞ。いい？いいよ、いいよ、まだ対象は誰だっていうのが発表されてない段階から、うん、もう笑顔が引きつっていて、目が全然笑ってないと。うん、でトークもなんだか上の空のドンさんを見て、うん、あ、この人対象だと察しました。やべえなぁ、お前だなっていう、あ、うん、あお前かってなるよね、うんうんうん、まあドンさんが勝った時は
まあうんまあ、結局勝ったんだよね、ドンさんね。いや勝てました、うんまあ、周りも気にせず歓声を上げてしまいましたと。いやだそのやっぱりその緊張してた理由の一つにでもそれなりに練習してるのもあるんだよねやっぱり、うんうん、だからその練習したことがちゃんと出せるのかなっていう、 うんやっぱ不安とか、うん、そうだね、ちょっと触ってないとさ、そうそうそう、うん、やっぱ時間がちょっと空いて他のこととかしちゃうとなんか操作方法とかもうんどうだったかなみたいな、そう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 、そういうのもあるしね。そう昨日は触ってたけど当日結局触られてなかったから、そう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 、あーっていう昨日のことできんのかなみたいなのもあったし、うん、その言わせてもらえれば、うん、僕の当初の予定ではあーその話ね分かるよ、トシゾウさんは勝つだろうなって俺は思ってたの、思ってた、うん、まず、うん、で、2戦目ペイさん、うん、まあ、うん、ひょっとしたら強い人が出てくるかもしれないけどでも、うん、ペイさんは言うて多分4人の中で一番強いから、うん、まあペイさんも勝つだろうと、じゃあこれで2勝だなと、はいはいはい、で、ね、俺はそれに関してはそうです、うん、俺もそう思ってた、ペイさんは、うんうん、勝つだろうなっていうかもうペイさんは勝つって言ってたから、そう勝つって言ってたから、うんうん、俺はちょっと分からん殺しするから大丈夫だよ、そう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 みたいな、もう本当に自信もあったし、うん、そう、うん、実際強かったし、そう実際その分からん殺しどういうやつかも俺知ってるし、そう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 、これはこれは分からん、これは分からんわ、ね、と、うんうんうん、これ絶対無理だなと思ってたの、そういいのかい、そしたらさ、うん、いいのかい、そしたらですよ、びっくりするぐらいあっさり負けるでしょ、うん、そうなの、俺もうペイさんが負けた瞬間にさ、うん、あ終わったかもって、そう思ったの、ね、俺もあ、うん、あってなって多分それで強いんだみたいな、うん、笑顔が消えてった俺の、うん、あのね、いや実際強かったんですよ、いや実際ね、あ、まあまあ実際にね、うん、そう、うん、で俺の使ってたキャラがバーサーカーっていうキャラなんですね、はい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 、うん、でまあ、うん、やってないと分かんないんだけど、うん、あの前回のテストの時と、うん、最近やってるテストの時だと、うん、あの攻撃方法が全く違うんですよ、あ仕様が変わってるっていうことだよね、変わってて、うん、で前にニコニコでやった時は、うん、前のテストバージョンでやってて、うん、そうだね、それで初めて触ったの、はいはいはい、でめちゃくちゃやり込んだのが今のバージョンでめちゃくちゃやり込んだの、そうだね、でこれでいけるぞと、うん、で当日あの日ですよね、うんうんうん、当日まさかの前のバージョンで、うん、俺が知ってる技が一個も出なくて、うん、その時点で一番最初に俺多分1回目負けた時に俺何も喋れなかったのよだってあのなんか外人みたいになってたもんそうだよ、うん、外国人がやるリアクションみたいな、そう、うん、あん時の心の中の葛藤は、うん、俺が知ってる技じゃないってこれ叫んだら空気変になるなと思って喋れなかったの、で、あ、じゃあちょっと対応しなきゃいけないと思って、うん、本当はステップ回避で、うん、俺やってたんだけど、うん、ステップ回避がどうやら横に行かない、あんまり行かなくて、うん、横投げが入っちゃうのよ、うんうんうん、ってことは防御しなきゃダメだなって思ってるんだけ ど、ね、ラウンド2ってすげえ早く始まるんじゃない、早く、早く、まあ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 終わったらすぐ始まる、回転早いからね、そう、でも佐古さんとかも防御して防御してってなってるんだけど、うん、俺もその時頭真っ白ですよ、うん、あ俺どうしよう何ができるんだこれっつって、うん、俺なんかよくわかんないもう四角連打してるし攻撃出そうとして、はい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 、であそうだフェイントしなきゃいけないとか思ってんだけど、うん、もうそしたらもう向こうのさおっさんさんがさ、うん、あの普通にうまいからうまいね、あのフェイントかけてそのまま攻撃してくるとかやってきて、もうそうなったらあ俺もう防御もできないし、うんうん、あこれダメだと思ってあのもう完敗、うん、なるほど ねだから今のバージョンだったら多分勝てるとかじゃなくて、うん、もうちょっといい勝負はできた、もうちょっといい動きはできてたよね、確実にね、3立てはされないにしても、うん、もうちょっとだけできたかなっていうね、うん、ちなそのコメントにもあるけどその、うん、当日どのバージョンでやるか連絡はあのされてたんですよ、うん、されてたんだけどそのペイさんがさアルファの時にそんなにやってなかったからまだそのキャラのこと全然知らないし、どのキャラであん時なんて言ったらほとんどさ、うんうん、ボタンを押して、うんうん、
右押して切りかかってでなんかガード崩しがあるとかさ、そうそうそう、それぐらいだけだったからなんかコマンドがいっぱいあるのがあんまり覚えきれなかったんだよね。そうだね、うん、そうでまあそこでその後にベータをやり込んじゃったから、うんうん、であと終わった後にその数の子さんとかが言ってたけど、うん、バザカは一番その変更点が多いキャラ、あそう変わっちゃったんだよねとか言っててらしいんだよね、うん、でもあれは単純にうまかったおっさんさんは、うん、あれはうまかった本当に、あフェイントすげえかけてくるとか、あここ確定入れてくるんだみたいなのも、うん、ちゃんとね、あの歳三さんも同じキャラ使ってたから、そう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 、そうここでこういうので確定入るんすよとか、うん、言ってたのもちゃんとやってて、めちゃめちゃ上手かった。だって、ま、周回回してるっていうレベルだったから、そう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 、相当やってる人だよ。めちゃくそやり込んできてるから、うん、実際だやってないから分かんない。だもう一回やりたい、うん、なるほどね、うん、もう一回やったらもうちょっといい勝負ができるんで、もうちょっといい勝負ができたかもしれない、ね、勝ち負けは正直分かんない。俺勝てるとも正直思わないし、うん、だどんぐらいできたのかなっていうのは分かんないけど、まあね、まあ要するにペイさんがあれほど情けないボコボコにされて、うん、ふんって負けて、それ以降何も喋んなくなった理由は一応ここにはあるんだよってことね。そう、一応あるんだよ、一応あるってことだね。予定とちょっと違ったんだよってことね。でもあそこでさ、俺言わなくてちょっと大人っぽい感じしない？いやまあでも言えないかな。まあ言えないよね。言えないでしょ、あそこで言えないよね。まあ言えない、言えないかな、そこは。俺ね難しいね。いや言えないと思う、言えない、まあ俺も言えないかな。歳三さんがさ、後ろに帰るときに歳三さんがさ、うん、えどうしたんすかみたいな目で見てるわけ。うん、うん、でお前負けてどうしたんだ、うん、みたいな、うん、でもうその時はさすがに、うん、ちょっとわ歳三さんこんな顔で見てると思って、うん、まさか技全然違いますっつって一瞬ちょっとこそっと言って、うん、あそうなんだって言われて、もうそっから俺シュンとしちゃったな、ね、もううちらさそれ知らないからさ、うん、それ知らなかったからね、もうペイさんが負けた時に俺なんか本当にショックでさ、うん、俺もショックでしょ、嘘ペイさんがこんなに負けることってないと思うんだけどっていうね。でさもうさ俺こいつがさ、うん、こんなに悔しい顔したのをさ、これ何年ぶりに見たんだろうっていうぐらいの悔しい顔しててさ、マジでショックだった。もうちょっとできるんだよっていうのを何も表現ができないじゃん、ね、なるほどね、うわーと思って、もう俺はだってさ大将戦にもう考え、うん、大将戦のことを考えないとしょうがないから、うん、うわーと思って、これ勝たないとやばいなと思って。俺あれね、ほんとね、久しぶりにすごいショックだった。いやショックだろうねあれはね。練習してたドンさんと一緒練習してるから、うん、いけると思ったのね、ほんとに、はいはいはい、うん、いい勝負ぐらいはできんだろうなと思って、うん、で始まった途端に一発目で技出した技が、うん、んなんだこれってなった時にその技で本来避けれた技が避けれなくなってて、うん、あなんだこれってなってで、あれなんだろう、バーサーカーなんか前のバージョン強いって言ってたような気がしたなって思って、うん、でその時にパリー、まあ、パリーというか、うん、カウンターの仕方も違くなってて、うん、そうだ何のボタンだったっけってもう全くもう真っ白になっちゃって、なるほどね、うん、それでねあっという間に終わったじゃん、うんうん、でもう MC の人はもう進めなきゃいけないじゃん、うん、そうだね、だからもう俺は、ね、ああ畜生ってなってなってたね、そうで後ろに下がって、うん、でもうあ喋らなきゃっていうあの感じな、そうあの感じね、これ喋らなきゃダメだと思って、いい ね、 ね、そう、うん、あそこねちょっとね一つ大人になった、いやー、ね、うん、物語があるよね、うん、でも本当に勝てるかだけは本当にわからない、今わかんないと思う、だとしても、うん、それだけはね言っときたい、うん、すげえうまかったもん、そうすげえうまかったからね、うん、あれだったから負けたんだよとは俺は言わない、うん、あれもし今のバージョンだったらもうちょっといい試合はできた、できたね、もうちょっとみんなで白熱したおおすごい
わ何そんなこともできるのぐらいも見せれるように練習してたから、うんうん、もうちょっと見せれたかなと思ったけど、バーサーカーザコって終わっちゃったからさ、あーそうだねちょっとさ、バーサーカーに申し訳ないんだよね申し訳ないねなんか本当に防御ができねえただのザコみたいになっちゃって違うんだよね、違うんだよね。まあでもさ、それが終わってドンさんと隊長さん、うんうん、の一騎打ちが始まるじゃない、うん、でなんか隊長さんはさ、なんかその前の放送とかでもそうだったんだけど、まあ、そんなにうまくないよみたいな感じのキャラでやってて、うん、でまあでも練習してきましたからみたいな感じで、うん、でもまあその前評判通りだったらドンさんが勝つかなみたいな、うんうん、で現にじゃねえかなぐらいだったよね、うん、一生パッとしてさ、うん、あ、いけるん、俺も思った、な大丈夫かな、うん、と思ったら、うんうん、2回落とされたでしょ、落とされた ね、 ね、うん、見えないんだよねさ、あの落としね、あの落とし、うん、そのいや、もう間違いなく、てか普通に家でやってても、うん、結構さ、うん、あのゲームってさ、そのこれもう格ゲーとすごい似てるんだけど、意識配分の問題でさ、ガードに集中してるとその投げのことがちょっと抜けちゃってて、そうだね、そう、反応がちょっとやっぱ遅れることってすげえあるんだけど、それがやっぱああいう大舞台だとより、あ、より見えなくなる、投げ抜けができないってことだよね、うん、できないんだよね、ガードにやっぱすげえ集中しちゃうから、うん、隊長さんもね、あのバランスがすごく良かったんだよね、めちゃめちゃいいの、うん、だからちゃんと壁に追い詰めてきたし、うん、多分自分の得意分野が分かってて隊長さんは、うんうんうん、だからそこにどう追い込もうかみたいなことを多分考えながらやってたと思うんだけど、うん、うまいことそれにやられたもんね、そうね、だから最後さ、うん、2-2 であと1本取った方が勝ちっていう、うん、ドンさんと隊長さんの試合での最後なんて俺珍しいぐらい、本来なら俺って別にね、うん、勝っても負けてもまあいいやって思う、うん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 、それがまあ面白かったらいいやと思うんだけど、うん、本気で祈って、ね、勝ってくれと俺も自分の席に座った瞬間に、うん、ドンさんにまず、うん、申し訳ねえって気持ちと、うんうん、マジで勝ってくれって気持ち、俺ほんと心の底からドンさん勝ってくんないかなここっていうね、いやマジで勝つしかねえなっていう気持ちではいたよ俺はもう、これは勝つしかねえなっていう、勝ってくんないとまずいよ、最後ドンさんの小攻撃がピチ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 、もうこれは入る入る入ると思って、もう連打こいつ永遠に小攻撃やったなっていうぐらいピチピチ、練習通りこんな連打したことねってくらい連打したわ、うん、スタミナ切れちゃうってぐらいピチピチして、うん、勝ったって、いや嬉しかったね、あれ嬉しかったね、本当にありがとうって思ったわ、やっぱりね2回落とされるともうメンタルがやられるよねそうだよね、あれ本当さ、あのゲームよくできてて本当一発逆転で、うん、あっという間に負けるからね、そう、うん、で一勝した時はすげえ心の余裕ができたの、うん、あいけると練習、うん、だその俺のキャラって別にそのベータとアルファでそこまで違わないの、変更点が、うん、まあ、一部その何酒でガードができないとかそういう程度だから、うん、まあ、それやんなければいいし、うん、だから一応対応はできて、うん、あこれならいけると、うん、いうことでそれをさ1戦目で掴んでさ、はいはいはい、よっしゃと思って2戦目やったら見事落とされるじゃん、で1勝1敗で、うん、で次取るもまた落とされて2勝2敗で、まはーと思ってこれは分かんないぞと思ってまた落とされるかもしれないっていうこの焦りね、恐怖ね、恐怖がもう襲ってくるもの、あれはね、まあだからぜひこの話を聞いた後にタイムシフトまだ残って、まだ残ってる、タイムシフト見れるのかな、まだ残ってると思う、うん、多分11日だから18日まで見れるのかな、最悪でもね、最悪でも見れるし、ひょっとしたらもっとずっと見られるかもしれないので、うん、まあ、もしよければ ね、これを前提で見てみると、みんなの葛藤ね、こっち側の葛藤を、うん、見てほしい、それぞれ見てほしいね、うん、あると思う、俺がポンコツなこと言った時の顔とか俺の攻撃を入れた時の何も喋らない一戦あの感じすごいよね、うん、そうね、いろんな思いが巡ってるとか、いろいろ楽しめるんじゃないかな、でもさ、うん、全体的な流れとして、うん、
面白くなかった？いやめちゃめちゃ面白かったよ、最高だったよ、うん、超接戦だったもんね、うん、ね、結局その後 4対4のドミニオンっていうのやったけど、あれもまあ接戦だったしさ、うん、まあ接戦だったもんね。ドミニオンの時ってさ、俺と歳三さんの画面って出なかったのかな、うん、どうなんだろう、全然分かんなかった。俺はもうそんなの自分の画面しか見なくて、うんうん、俺マジやってやんねえとこれマジいわと思って、うんうん、結構やったんですよ、うんうん、あ出てないって、出てないんだやっぱり、うん、やっぱ4台だけだったんだね、こっち前の向こうに、うんうん、まあそれはしょうがないね。そうドミニオンはねかなり真面目にやって、うん、なるほどね。いやてかね、あれあのゲームが面白すぎるんだよね。そうだね、気づいたらさ点差が開いてない、結構最初点差開いてるかなと思ったらさ、旗取るとマイナス100点されるからさ、あれうまいよね、あ気づいたら100点されてんじゃんみたいな、よくできてる本当に、よくできてるんですよ。やっぱり大会向きというか盛り上がるよねあれ、盛り上がる、盛り上がるんじゃないかな。まああの放送でも言ってたけど JCG さんが、ね、まあ、大会、うん、次のは多分あれなのかな、放送とかはまだできない、観戦モードがまだみたいな話だから、うんうんうん、でも2月の28日からもうちょっとでやるんだよね、とりあえず、うん、まず1回っていうので、そうそう、まあ UBI のソフト観戦モードがつくとかがあるから、その後に、ね、そうだね、レインボーとかも途中でついたりしたから、うんね、だからひょっとしたら今後観戦モードがついて大会とかが盛り上がっていくのかもしれない。そうだね、観戦モードついたら激アツだね、ちょっと今後の流れが楽しみだなっていうふうには思うな。うん、うん、いや面白かったよ、面白かったね、もう疲れちゃった、疲れたしね、うん、あ、まあ、ちなみにその続きなんだけど、うん、さっきの、うん、三人称がきっかけでニコニコを見るようになり、歳三さんに巡り合ったのが2年ほど前と、お、うん、双方が絡むことになるとは夢にも思わなかったので個人的にすごく嬉しかったです、また何か一緒に動画や生放送されるのを楽しみにしてますと。そうですね、あの人ね、まあ歳三さん今回本当に一緒にずっとずっと一緒にいたもんね、うんうん、ずっと一緒にいたね歳三さんと。いやあの人がさ、うん、なんかすげえ不思議なんだけどさ、うん、全然そんなに知り合って期間、うん、初めて会ったのが去年のタコパーだから12月かな、12月の頭に会って、うん、俺その放送あのまあ不勉強ながらそんな名前だけしか知らなかったんだよね、うん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 、で放送見ててタコパの、うんうん、この人やばいなって言ってたね、言ってた言ってた、そう2人にも伝えたんだけど、うん、あの人おかしいよやばいよっていう話をしてて、うん、でまあ実際に絡んで、うん、面白くてね。そうだね、まあ実際その鉄道さんが言ってた、うん、面白いよって言ってたのが、うん、まあやっぱタコパの時にすごく分かって、うん、分かってね、あ、うわこの人この人これちょっと違うぞっていう、うん、ね、あのね視点が違うってなんて説明すればいいのかな、うん、なんかちょっと やり方が違う、ね、そう独特の世界観を持ってる人だよね、やっぱ、うん、そうそうそう、うん、すごいなと。しれし、まあ、あのさそのゲーム実況ストリートの時のさ、うん、まあ、マスクゲーは前もちょろっとやってたから、うん、まあ耐えれたんだけど、うんうんうん、あのメガネをさなくても見えるとかさ、ね、わけわかんない、意味がわからないよね俺もうあれでダメだったんだよねこの人何なんだろうと思って、うん、もうどこ何こ全部仕込みなのかどうかもわかんない。そうね仕込んでんのかどうかもわかんないんだよね、何なのこの人っていうね。マスクはね前に一回なんか誰に聞いたんだっけな、湯気さんに聞いたのか、うん、歳三さん鼻隠してる時もあるけど、うん、鼻だけ隠してる時と口だけ隠してる時があるっつってて、トータルだからトータルあの人全部出てるんですよみたいな。そうそうそう、で歳三さん自体も別にあんまりこだわってないみたいな、そう言ってて、言ってた言ってた。だって本番前にさ、うん、俺歳三さんにさ、歳三さんはあれなんですか顔出ししないんですかって言ったら、まあ別になんだけどねみたいなことを言ってて、うん、まあうん、タイミングあればみたいなことを言ってたの、うん、まさか当日にね、うん、あんなんやると思わなかったから、普通に面白いよ、面白いよ、頭おかしい。でもあれしっかり、うん、
あれなんですよ、あの出しますよ感をね、うん、最初に出してんのよ、はいはいはい、じゃあ飲み物飲もうかなって言って俺の顔めっちゃ見てんの、はい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 、で見た途端、俺が見た途端にマスクを下げるとかあの人ねすげえしっかり、いやあの人はね、うん、ほんと計算、うん、計算してるよね、ほぼ計算してるから、面白いよ ね、 いよね、まあ、だからまたねちょっとコーナー終わっちゃってさ、うん、こういうのが終わっちゃうとなかなか連絡取りづらかった、まあそうだね、なっちゃって疎遠にみたいなのが多いけど、うん、まあ何かしら何か断ることにちょっと、ね、今後もね、うんうん、ちょっとつついていこうかなって、つついていきたいですねあの人はね、ふうに思ってますけど、面白いね、面白いですね、うん、ピンキーさん女性の方、はいはい、フォーナー勝利おめでとうございました、はい、はい、ありがとうございます、歳三さんのスムーズな勝利から始まりドンさんの粘り勝ちといい、うん、鉄塔さんだけ三人称トレーナーでなく私服着用を貫くまっすぐさに、あと、瞬殺塗り顔が土色になったペイさんと見どころ満載でした、はいはい、いろいろありました、いろいろありましたね、うん、あの優勝商品のコレクターエディションはどうされましたか、見る限り3体しかなかったんですが、あの優勝したらコレクターエディションっていう、うん、ソフトとあとなんか3つのなんだあれ像なんていうの顔だけのまあ三勢力のやつだね、うんうんうん、がまあもらえるよっていう、うんうん、あれが3つしかないんだよね、うんうん、まあ3つっていうか3つで1つなんだけどね、あれそうだね、そうそう、うん、あれどうされるんですか、これも決闘されるんでしょうかみたいなことなんですけど、うん、まだちょっと分かんないんだけど、ひょっとしたらみんなもらえるのかもしれない、そうね、うん、ちょっと分からないけど、なんかそんな話もちらっと出てたけど、まあ、もしもらえないんだったらもうこれ戦いです、戦いだね、もう一度、うん、4人でちょっと、そうだね、うん、やりましたよね、あれ実際でも買えるんですよコレクターズエディションってね、うん、買えるやつなんでね、うん、あれも数量限定で買えるみたいなんでね、うんうん、いいよねあれ、かっこいいよな、かっこいいよ、うん、うん、グッズもね出るみたいだからね、うん、少ないけど数は数少ないっつってもね、20枚つってたもんね、20枚つってたもんね、作りゃいいじゃんって思いながら、少ないね、だから他の人と被らないですねとか言ってたけど、うん、いやもっと作ればいいのにっていう、宮田さんすごい面白い人というか、なんか独特な人というか、うん、ですね、うん、これ言わない方がいいかな、何その俺とさドンさんさ、うん、数の子さんとサコさんがやってる間、俺とドンさんがなんていうのかな、司会席じゃないけど、はいはいはい、ね、うん、あれ MC なかなかのものだね、 MC 席みたいな、はい、ね、うんうん、で宮田さんっていう女性のさ指輪の方が隣にいらっしゃって、うんうん、で、MC を務めてる今立さんが、うん、宮田さんに振るの、うん、これはどういうことなんですかっつって、うん、で宮田さんが、うん、そこで俺に向かって、うん、説明しろ説明しろみたいなちっちゃくちっちゃく動いてて、かわいいなと思いながらさ、なんかさあの、うん、肘でさ、うん、そう鉄塔線にっつってで俺だからそこでよし説明しようって説明しようとするんだけど、うん、それでポンコツっていう、ね、出てきたのがポンコツの説明だったのね、急に振られた俺ポンコツっていうさうわだから俺もうこれダメだと思って、今はやめて今はやめてだよね俺ポンコツだったよなと思いながら説明してた、うん、あ面白かった、あれ面白かったね、面白かった、うん、あよかったですよ、そう、うん、宮田さんっていう方 UBI の方なんだけど、うん、宮田さんもあれ多分当日あたりに急遽だね、本来はあの前の放送にね2回とも出られてた方が、うんうん、そう変な人ね、面白い人、あの人で、あの人で、いい意味でぶっ飛んでる人ね、うん、ぶっ飛んでる人、うん、あの人だったんだけど、なんかね体調不良かなんかで、そう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 、急遽今日変わったっぽいんだよね、そうそうそう、うん、だからやっぱちょっとわからない部分、多分宮田さんも普段ああいうのに多分おそらくあんまり出られてない人だと思うんだよね、まあ急にね振られちゃったっていうのもあるし、うんうん、相当緊張されてたと、うんうん、思います、面白かったね、面白かったよ、レインボーの担当の人なのかな、そうするとなのかな、うん、なんかコメントでもなんかレインボーはでもなんかに出られてたような気がするな、あ確かにうん、うん、XBOX 感謝祭の時とか宮田さんいらっしゃったね、あ、うん、あ、うん、そうだね、うんうん、
あとだって大会もあったでしょ、うんうんうん、あったあった、ね、その流れで来てるのかな、うん、かもしれないね、うん、大変忙しい方ですからね。いや忙しい方だと思いますよ。続いて、はい、まあ党会議関連ちゃ関連なんだけど、うん、アブリカルビアブリカルビアブリカルビさん男性の方、アブリアブリカルビ、うん、アブリルアブリルラビーン、アブリル、うん、アブリルラビーン、ニューシング、はい、続けてください。今回三人称さんのどこ行きの動画を見てきっと気になったのことがあったので、はい、お便りを書かせていただきました。はい、それはぺちゃんこさんの肌がとても綺麗だということですと。はいはいはい、はい、うん、モンスターが好きだと、あモンスターエナジーがね好きだということで有名なんですが、モンスターエナジーをいっぱい飲んでても肌で、うん、肌が綺麗だぞと、うん、でどういうなんか肌ケアしてんのかというのと、みそじ女さんからも、うん、まあ、フォーナーの時に今立さん MC ねエレキコミックの今立さんに卵肌だと褒められて、うんうんうん、ダペイさんは何かフェイスケアされてるんですかっていうふうに、いや鉄道さんも言ってたけど多分近くで見るとそうでもない、そうなんですよ、色が白いのと、うん、もちっとしてるでしょ、うん、だからさんのそうだね、肌ってなんか柔らかいんだよね、うん、全部がそう、うん、だから綺麗には見えるんだよね、うん、遠くで見ると、うんうんうん、でも近寄るともうゾンビみたいになってるから相当だねそれは気をつけた方がいいよ、だから近づかない方がいいね、だからペイさんには、うん、そうそうやって思ってる人は極力俺には近づかないでほしい、うん、そうそうそう、ずっとそう思っといてほしいから、うん、まあ我々3人ともそうなんだけど、まあ近づかない方がいい、うん、まあ近づかない方がいいね近寄るとあれってなるところがね、うん、あれ思ったより汚いし、うん、みたいな、うん、なんかそんな、ね、なる時あるからそうそうそう、本当に近づかないでほしい全面的に拒否だね、そうだね、そうだね、うん、あすごいね、でも特に何かしてるってわけじゃないの、じゃあ別に何かしてることはないね、なんかこうパックパックしてるとか、パックしてるとか結構今多いみたいだからね、普通に男性何してもその、まあ、化粧水はつけてるとか、化粧水はでもね俺も使ってるんですよ、お俺もね冬は、うん、風呂出たとカサカサになるから、そうなんだよね、はい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 、カサカサになっちゃって、で化粧水っていうものが世の中にあるっていうことを知ってさ、はいはい、うん、うん、俺もこんな便利なものが売っているんですねみたいな、うんうんうん、男性用も売ってるもんね、そう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 、だからそれをまあつけてるぐらい、それをピュッピュッしてるぐらいですね、そうピュッピュッピュッ、それが効果がひょっとすると出てるんですかね、だって冬とか、あ冬限定か、うんうんうん、だからまあ多分どうなんだろうね、俺ね化粧水とかね合わないんだよね、本当に、あのね多分ね俺の肌すごい多分特殊で、うん、敏感で混合肌っていうやつなの多分、何と混合されてんの、乾燥と敏感、乾燥敏感、うん、だからなんか敏感だ、ね、お敏感 で、うん、でちょっとなんかなんだろうな、まあ、何かが顔に当たったとするじゃん、そうすると、まあ、棒でも何でもいい、まあ、棒が当たったらさすがに誰でもなると思うんだけど割と何でも何かが当たっちゃうと顔が赤くなったりとか、うん、あーなるほど、ちょっと何かが当たっただけで、はいはいはい、そこが分かる気がする、なんか、うん、なんか腫れるじゃないけど何かができたりとか、うん、赤くなったりとかで、あとすごい乾燥しやすい、うん、っていう混合、混合なんだけど、混合してるんだ、そうだから結構その化粧水とかでも、うん、なんかつけちゃうと逆に、うん、すげえ荒れるみたいなのがあって、どれをつけたらいいのかも全然わかんないから、結局その皮膚科にもらってる、あれはドモホルニンクロはダメなの、一滴一滴どうなんでしょう、お前のために一滴一滴やってくれるじゃん叩き込めって言われてんじゃん、やったことないですけど、ドモホルンにはドモホルンはしたことないですけど、そうなんかサンプルからやれるからさ、あーやったほうがいいんすね、ドモホールにしてみなよ、この音聞いてくださいみたいなさ、ピチョピチョって言ってついじゃん、ね、ドモホールは40代からでしょって書いてあるけど、別にいいんだよ、いいじゃん、ダメなのケアっていうのは、うん、いいでしょ、10年後の自分のためにやるってよく、あ、まあ言いますよね、あーなるほどね、うん、うん、いいじゃん今からやドモホール、だから下手にねつけれないんだよね、だいつもその皮膚科からもらうなクリームとか、うん、まあなんかその肌の血行良くするみたいなやつしかつけてない。へえ、
そっかそっか。でもまあ何かしちょっとはなんかやってんだね。そう、あのもうやっぱこの時期は大変だ。洗顔を使うともう風呂上がりがガッサガサになるから。うん、そうそう。うわ、ん、ガサつくんですよ。ひげとか剃った後とかもうなんか、ね、わけが分からないことになるもんね。うん。どうしちゃったのみたいな。それはしょうがない。そうですね。意外と汚いみんな。意外と汚いで。皆さん、気をつけてください。そうです。そうだね、お便り的にはこんな感じだかな、その党会議に関しての。うんうん、まあでも忙しかったね。いやー、すぐ帰ったね。本当に忙しかった。すぐ帰った。うん。なんかあったんでしょ？あのね、メールが来ててさ、出演者用に。ほう、なんか終わった後、なんかあるかもしれないですよみたいな。なんか出てた人がなんか集まるんだか集まんないんだか全然わかんなかった。はい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 。まあすぐ帰ったね。帰ったね。でも実際よくわかんなかったけどね、そのそれがあるのかないのかもよくわかんなかったけど。なんか地図に最初から書いてあって、あ、書いてあった？あのね、書いてあった。なんか本当なんか懇親会っていう名前で、懇親会の場所はここみたいに、あ、普通に書いてあって。そうなの？まあ多分中にあったの？多分中にあったんじゃないかなっていう。あれかもしれない。そうなのか。詳しい場所は分からないけど。じゃあ挨拶だけ行ってもよかったね。俺的になんかどっか外で居酒屋さんとか行くのかなと思って。そう。それはちょっとみたいに。うん、多分違う。それはちょっとみたいになっちゃったから。うん。違う。そうか。多分違う。か、でも無理だったかな、あの。まあ無理だったかな。疲れ。俺らさ、結局最初から最後までさ、控室分かんなかったじゃん。分かんなかった。そうだね。控室行かなかったよね。この話あれなんだけど、一番最初に戻っちゃうんだけどさ、うん、その入場してまず入場口がちょっと分かんなかった、ね、分かんなかったね。地図見ながら、あれここから入るんじゃないんだ、違うなみたいな、うんうんうん、でうろうろして入場口やっと見つけて、歳三さん見つけてさ、うんうん、でまあ一緒に4人で入って、うん、なんか入って会場広いなって言いながら入ったんだけど、うん、その男性の控え室ってのがあるはずなんだよね、どっかにね、うん、書いてある、うん、どっかにあるはずなんだけど、どこにあるんだか全然わからないっつってさ、で、うん、その辺のなんかスタッフっぽい人捕まえて、うん、控え室どこにあるんですかねって言ったら、ちょっと、まあ、運営って書いてるはずなのにね、うん、ちょっとうーみたいになっちゃってさ、ね、ああじゃあ大丈夫です大丈夫ですっつって、うん、でドンさんが結局担当の人に電話してくれて、うん、でまあ迎えに来てもらったら、うん、その控え室ではなく、もう一番最初に出るところの楽屋裏みたいな、うんうん、行っちゃいましょうみたいな、あそこ行っちゃいましょうよ、うん、みたいな、ブース裏みたいなところに早速連れてかれてさ、うん、で結局それからずっとそのブース裏ブース裏ブース裏みたいなの連続だったから、うんうん、でブース裏で終わって、うん、本当だね、楽屋がっていうか、あれが控え室がどこにあったのか未だに分からないっていうね。ね、分かんなかったね結局。うん、全然分かんなかった。どんなとこだったのかもだから。ね、うん、誰かが何かいたのかも分からず。ね、ひょっとしたらいっぱいいろんな人がいたのかもしれない、うん。本当だよね。うん、なんかあ今回の話なのか分かんないけど、楽屋を放送する楽屋みたいなのもあったりするんでしょ？放送用控え室。ああ、うん、なんか言ってたもん。楽屋は楽屋であるみたいなんだけど、うん、その何かつまめる。ケータリング室みたいのが用意されてたらしくて、うんうん、そこだと、放送をずっとしてるとかっていうのがなんか前にあったらしいけど、あ、うん、今回あったことは知らない、知らないんだけど、うん、全然たどり着けなかったな。ケータリングとかもちょっと見てみたかったんだけど、どんな、ね、あったんかな、どうなんだろ う, う, だろう。地図で見た限りの場所にはなかったね。そうだね、うん、俺らが見んのも下手くそだったかな。そう、多分下手くそだったんだもん、地図の見方。この辺じゃねえのか、中か外かも分かんなかったもんね、うん、結果難しかったね、うん、なか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 ハードな一日だったね、本当にね。そうだね、うん、疲れ切ってたもん、もうやりすぎたな、ちょっとやりすぎたね、やりすぎた、まだあんなにできないね、あんなにはできないね、まだ。一番最初のやつだけだったらもっとあの声枯れるほどやって、でみんなこうさ、いろいろ誰か出てるじゃんとか見て帰るとかだったら最高だったね。そうだね、そうね、なかなかに
まあでもまだっていうか今できないんだったらもうできないと思うけど、今後どんどん老いていく一方だから。そうだね、よりできなくなっていく可能性はあるね。だからああいう、そう、前日よく寝るとかさ。そうだね、そうそう、本当だから俺前日やっぱ泊まるべきだったなっていうのが、やっぱりそうだね。まあ宿が高くてさ、どこも。いや高かったね。急に1週間前ぐらいに宿取んなきゃかなと思ったらもう埋まってて、大体のところで、あそこで場所が場所じゃん。うん、もう近くに面白いスポットいっぱいあるでしょ。そうだよ、みんなんちゃらランドみたいのもあったりさ。そういうののためなのか、高いのがいっぱいあってさ、ああこれ取れないなっつって、しょうがないな、行くかみたいなね、感じで行ったけど、まあ今後もどうなのか、呼ばれるのかどうかすら分かんないけど。そうだね、そこが分からんわ。別に俺らが出てえから出れるわけじゃないからね、ああいうのね。いや、もうちょっともうちょっとのんびりと、のんびり、そうだね、もうちょっとのんびりとしたいね。余裕を持って、あのさ、でもあれ俺これ思ったんだけどさ、その独特だなって思ったのが、俺まあいわば演劇とかやってたじゃない、コントとか。ああいうのってさ、基本的には前もって練習して、で台本、基本的には台本通りに練習したことをステージでやるじゃない。でもこのさ、ゲームのやつってさ、で特にコンパスとあとフォーナーってそう思ったんだけど、用意できないでしょ。できない、できない、できない。だから出て、出たとこ勝負じゃん、あれ。かなり出たとこ勝負だね。すげえ難しくないっていうね。いや、めちゃめちゃ難しいよ。それを俺、そう、それをそう、俺前日に考えてたんだ。これすげえ難しいよなっていうで、ちょっと気持ち悪くなっちゃってたんだ。それだよ、多分それ。そう、思い出したわ。これなんだ、これなんで用意できねえんだろうみたいなね。台本通りにやらせてくれみたいな。台本が、まあ、あるけど、進行表はあるけど、進行台本ね。でもそれ通りに、中身全然そうじゃないからさ。まあそうだよね。難しいよな、これっていうね。必ず言われるのがさ、台本はありますけど、多分この通りにいかないんで。ああいうね、結構いろんなとこで言われるね。その辺は臨機応変でお願いしますみたいなさ、面白い開始してくださいねとか。あれさ、思い出した、心臓痛くなるよね。そう、それさ、そのコンパスの時にね、ちょっとやっぱ思ったんだけど、あのうちらってやっぱりさ、どの人にもちょっと言われるっぽいんだけど、最近ね、普段やっぱりその控えめじゃん。すげえ静かじゃん、基本3人でいる時も。前室とかはね、前室とか静か。だから変にさ、その心配されるんだよね。大丈夫、やっていいですよみたいなさ。そう、あの盛り上げちゃってくださいねみたいな。言われる、言われる、言われるよね。言われるね、絶対言われるの。言われるね。それは俺らがそういう静かにしてるからね。そうなのか。だから不安に思われてんだよ。あー、こいつらこのまま出るんじゃねえかっていう風に。なるほど。そう、最近よく言われるなと思ったので、コンパスの時にそれ言われて、あ、なるほどなと。静かだからだみたいな。だからすごいその念を押してきてたの、コンパス あの裏でいろいろ説明してくれてた人が。そうだね、そう、やってほしいこと3点ありますみたいな。盛り上げてほしいみたいな、楽しんでほしいみたいな。すごい、その前にも言ってくれててさ、盛り上げてほしいですよみたいなのを散々言ってたのに、さらに最後に3点で言ってきたから、あ、これすげえ多分不安に思ってんなと思って。俺らもね、だからそうやって言われた時に、あ、はい、わかりました。はい、わかりました。了解です。はい、了解です。あ、大丈夫です。まだ実際心の中ではどうすればいいのかなとは思ってるけどね。思ってる。どうなったら盛り上がるのかなみたいな。出てみるとちょっとわかんないんだよなっていう思いながら話を聞いてるからさ。で、そういうこと。裏で、裏はさ、大人がいっぱいいるわけだからさ。そう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 。で、大人でね、まあ大人同士のやり取りみたいなのじゃんみたいなふうに思うけど。そうか、そうか、そういうことだね。そうだ、いろんな人にね、最近言われるじゃない。よく言われる、出るとこ出るとこで言われるじゃん。まあでも、そのなんか
あ、ちゃんとしっかりしてるんですねみたいな、その打ち合わせの時の台本とかちゃんと読むんですねみたいなのは言われたのは確かに覚えてるわ、ね、そう、真面目なんですねとかさ、うん、そう、いや、そうですみたいな、うん、台本ね、うん、書いてくれた人がいるんだし、うん、そうそう基本的な流れは押さえとかないとみたいなね、 それをね今回の東海で、なるほど、じゃあふざけてた方がいいのかな、もう入った時から、えーへーみたいな、なんかへーどうもーっていう感じの方がいいのかな、どうだろうなー、わかんないけどね、難しいね、難しいなと思った、喋ってる時に、え、今、ん、なんか喋ってるんですか、ウィーとか言ってさ、ぶち切れんでしょ、こんな、そうなんだ、なるほど、でもなんか納得したわ、ちょっとわかったわ、ちょっとわかった、うん、ちょっとわかるでしょ、その思う節あるもんね、でもだからといってそこが変わるかといったら変わらない、いや変わらないよ、やっぱ変わらないよ、絶対変わらない、変われないと思う、はい、はい、みたいな感じになるような気がする、うん、それ変わっちゃうとね、多分ね続かないんじゃないかな、ね、うまく、うん、うまくやっていけない、人との距離感が保てなくなっちゃう、保てなくなっちゃうよね、あー、なるほどね、だと思います、うん、でもちょっとなんかちょっと納得したわ、納得したでしょ、うん、そうか、だからあんなに念押されたのか、そう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 、そうだから違和感がちょっとあったんだよね、ラジオの出演したじゃない一回、あの収録のラジオ、そうだ、うん、その時に言われたんだ、そうガチャ、ま、ガチャマルーム、ガチャマルーム、うん、あの時にそのもう本番騒いじゃっていいですからねみたいなことをガチャさんにすごい言われたでしょ、うん、で、あーはいはいみたいな感じで、で本番さ気持ちよくやったじゃない、うん、でそれ他行ってもさ、うん、言われるからこれ なんだろうと思ってちょっと違和感を持ってたね、やっぱで東海劇の時に気づいた、なるほどとね、うん、やっぱそっか、うん、まあ、うん、向こうからしたらあれこいつらすげえおとなしいけど楽しそうだなみたいなね、うん、人前だとあんま喋れないのかなみたいなねそうそうこいつらめっちゃ緊張してんじゃんそうねあ、緊張してると思われてるっていうのもあるかもしんないな、多分、うん、コンパスに関しては、うん、そのニコニコ側が俺らを用意して、うん、そのコンパス側の人は正直誰がどんな感じでやってるのかとかも分かんないから、まあ、すごい多かったしね、出てる人もさ、私結構集団でいっぱいの人が出てた中の一組だから、うん、まあ、あんま分かんないってのもあるだろうしね、あんなしんとしてるやつら3人が入ってきたらそれは言うよね、いや言うよ、え、この人たち本当に大事勝負かなってなるよね、今1個前がせっかく盛り上がってたのに急にここでこんなん来ちゃったみたいな確かにそうなるよ、なるよね、確かにそうかもしれない、うん、でも変わるかと言われたら変わらない、そうだね、今後も多分なんかこれでいいと思ってもらえれば、静かだろうと思うよ、うん、静かに行きましょう、うん、そうだね、行きますよ、ちゃんと読むものは読まないといけないから読むからちゃんと、人が書いたものなんだから、真面目ですか、できる限り台本通りに進行するから、そうなんですよ、ちょっと引っかかるところがあるとんこれは何ってなるもんねどういうことなの、ちょっと調べてみるっていうのは聞いてみる、聞いてみようかみたいな、あるんですよね、その出演者のさ台本でさ、うん、名前で、うん、名前があってセリフがあってさ、うん、その名前のところがさ急に違う人の名前になってたりするとさざわ、うん、つくよね、そう、あれこれ本来休憩してんのに俺何戻ってこなきゃいけないみたいな、町会議の時だね、それね、そうそうそう、町会議の時に誰かの名前がどんさんかな、うん、俺の名前名前がその後ろにやってる、うん、うちらがいなくなった後にもチロッと一個だけセリフ入ってて、うんうん、ドンさんいるぞっつって、俺だけじゃあ何休憩ないってことみたいなすげえ考えたのちょっとね間違い、手違いだけだった、手違いだったんですけどね、結局、うん、あるあるあったね、うーん、まあそんな感じの東海劇でございまして、はい、はい、まあ本当大きなイベントが一個終わったなと、いやそうですね、終わりましたね、よかったね、まあ本当に結構多くの人に見に来てもらって、うん、いや表情だったね、うん、本当にね、うん、放送もいっぱい見てもらったみたいでありがとうございました、ありがとうございました、はい、いう感じでございますよ、うん、はいはいはい、どうしましょうかね、あ、なんかありますか、お手紙とか、お手紙とかは結構いっぱいありますよ、なるほど、いっぱい来てるんですよ、うん、ちょろっとじゃあ読みましょうかね、まあ、ちらちらっと、ま、そうですね、うん、例えば、はい、あ、前回の話にちょっと続く感じだな、りょうちゃんさん、男性の方、はい、うん、
堂三平さん、斎助先生、はじめまして、りょうちゃんですと。はい。うん、第142回の放送、前回だね。コンビニの話が出てたので、うん、コンビニでの直営店で働いていたのでメールしました。恵方巻きの話だと思ったね。恵方巻きとか買い取らされるのか、みたいなさ、うん、疑問みたいな。はいはいはい。恵方巻きケーキ、ギフト等々のノルマは社員にはありましたって、この人の働いてるところはね。ああ、なるほど。うん、50個以上注文している新入社員の方とかは当たり前にいました。大変だね。そうなんだ。ですが、ノルマとかを達成するためにバイトの僕らにも買ってくれたりしていてラッキーではありました。ああ、なるほどね。うん、他の人たちにとってはまあいいこともあったみたいな、うん、バイトの人たちにからしてみれば、うんうん、その社員の人が買ったのをじゃあこれっつってもらえるっていうことか、うん、なるほど。やっぱあるとかあるんだね。直営店の社員でしょ、ね、直営店はあるんだね。 あ、うん、ある、あるかもしれない。それは、大変だ。会社のためにっていうことになっちゃうもんね。その姿勢、それは怖いわ。怖いぜ。あと質問なのですが、はいはい、皆さんは18歳未満のバイトの子が18禁の本を品出しとかってどう思いますか？お答えくれるとありがたいです。品出しっていうのは何？揃えてるってこと？うん。俺は別に。最近もさ、18禁の本ってある？あるあるある。あるあるある。あの漫画とか。あの左、違う、右端とか左端とか、そうそうそう、あるある、ビニールテープがピュピュってか、うん、見れなくなってるやつね。ああ、うん、俺は別にペンギンクラブとかがあるのじゃ。いや、ペンギンペンギンクラブはあんのかな。通貨とかね。うん、それは品出しはいいんじゃないかなと思うんだけど、だってみんなが見れる部分を表紙はまあっていうことで、ね、表紙は見てる、みんなが見ていいのかは果たして分かんないけど、あれも、うんうんうん、でも別にその状態で中を見るわけじゃないから、うん、まあ別に悪くはないのかなっていう、うん、だって小学生だって見れる位置なんだよ。そうだ ね、それが普通に考えたらおかしくないっていうことになるんだよ。ちんちんおかしくなっちゃうからね、小学生だってやっぱあれみたいな。あんなね、エッチな、うん、表紙だけでね、だからね、表紙がまたね、見事だからね。そうだよ、そっから妄想していくんだから。あーってなるよね。あれーっつってあれどうしちゃったの僕みたいになるもんね。なる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 、しょうがない ね、 そのね、まあ仕事ですから、そこはね、そこはいいんじゃないですかね。最近でも結構あれだね、売り上げ的には厳しくなってってるみたいだね。コンビニ、ああいうコンビニのそういう雑誌の、しかもまあ大人向けみたいなやつ、なかなか買わなくなってきてるでしょ。だと思いますよ。ねえ、みんなやっぱ今インターネットで買えたりするからさ、何でも見れちゃうからね。本全般がそうなんだけど、そうだね、雑誌は厳しい。どん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 ね、だから盛り上げていかないとっていうわけでもないけど、うちらもあんま読んでない、最近は読んでないな。ほんとね、中学生の頃とか読んじゃいけないんだけど落ちてたりする本を、あれさ、あれはしょうがないでしょ。あ、しょうがないもんね。事故、政治的に落ちてるのはあれはもうほぼ事故だよ。ちょっと濡れてるやつでしょ。そう、エッチなやつ、エッチなやつ言ってたね、昔ね。言ってた言ってた。ああいう本、濡れてた方がエッチだみたいな。うん、エッチなんだよな。雨の日に濡れてて、ちょっとシワシワになった翌日のやつとかエッチなんだよね。なんであっちの方がそそるんだろうね。不思議だよ。ページめくれないやつね。めくれないの。あの感じ。ちょっと強くやっちゃうと破れちゃうやつね。そうそうそう。あれがいいんだよ。あれがいいんだよね。うん。懐かしいですね。はい。続きまして、はい。オリジンさん。はい。男性の方。うん、ドンさん、ペンさん、テッドさん、こんばんは。あ、ようこそ。先日投稿させていただきました北の大地に住むオリジンと申します。おい、おう、うん、まあ送ってもらったね。名前の由来はオリジン弁当のオリジンです。うん、テッドさんはガンダム かと思ったのではないでしょうか。びっくりマークつって思ってません。大丈夫です。はーい、ありがとう。で、まあ、この方は目が今視覚障害だっていうのだけど、ちょっと見えるようになってきたよっていう、うん、その後の事後報告みたいな感じで送ってもらったんだけど、はいはいはい、前はこれね、もう単位が難しいんだよね。うん、まあ前回も言った通りの視覚障害と戦い、うん、三人称さんのおかげで手術に踏み切ったよって話ね。はいはいはい。で、前は見えちゃったっていうね、うんうん、左指数弁、指数弁っていうのは、うん、目の前に出された指の本数が分かるか分からないかの値を指数弁って言って、なるほど、指の数で弁等の弁ね。うんうんうん、うん、
0.01 より下の値っていうことになると、うん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 、が、左が、0.01 から指数弁なしの 0.078、右が失明真っ暗から指数弁 0.01 に上がったという話をしてたと、うん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 、ですがあれから一月経って、うん、視力がさらに上がっていました。おー、努力しっぱなしじゃない。そうだね、強制視力ではありますが、うん、左 0.7 右 0.2 まで視力が上がり、え、すげえじゃん。うん、担当医の先生すら奇跡が起きたねと、前回から10倍以上良くなってるよ、驚くほどのものだったと。 0.7 とか 0.2 ってもう見え、結構普通じゃない、かなり普通にね。えどうなんだろう、 0.07? 0.7 って書いてある。 0.7? それが指数弁 0.7? どうなのか。あ、そうか、指数弁だと強制視力っていう、視力強制ってちょっとどういうことなのかっていうのもまああるよ、ね、なるほど、メガネとかをかけて、そうやっとそうなのかもしれないし、すげえ、うん、でもまあよく上がったと。すげえな、ね、視野もさらに広がり、今ではあの白杖っていうのかな、この視覚に難がある方が持っている棒、カチ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 、うんうんうん、を持たずに歩けるようになりました。あれすげえ、おおすごい、先生の話ではもっと視力視野ともに上がる可能性はあるし、3月末の診断で今の視力視野のままか、もしくはそれ以上なら、視覚障害の一番軽い等級括弧6級にも引っかからず、お、健常者、あれ、障害を持たない人に戻れるとのことでした。おろろろろろろ、夢広がっている。そんなことがあるんだね、すごいな、すごいな、うん、白杖です。だって鉄道さん、え、白杖、あ、白杖、うん、いいでしょ、うん、どっちって鉄道さん、白杖です、うん、みんなが言ってる白杖ですって、君たちもそう言うんだ、うん、鉄道さん白杖だな、うん、三人称さんの動画も、先月皆さんに言われた通り目に気を使いながら聞いて聞いて話聞いて、聞く、聞く、気を使いながら休み休み拝見させていただいてますし、生放送や公開収録が間に合わなかった時は、YouTube さんの方で振り返りさせていただいておりますと、うん、今では友達とも今度 FPS のゲームしたいねとか、ウイレなんかいいんじゃないなどと視力の向上を喜んでいますと。すげえな、ほどほどに、でまあほどほどにしてくださいよ、うん、まあありがとうございましたと。すげえ、うん、すげえ、応援してくださってますよ我々のことも。へえ、どうなったろうね、まあ、これから、どんどんだから3月末も楽しみだね、良、うん、くなっていけばいいし、まあね、良くなるだけじゃないかもしれないけど、まあ、その時はその時でまたちょっと頑張ってほしいっていう言い方であってるのか分からないけど、うん、良くなればいいね、どん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 。そうだね、あ、いいですね、見えるようになってたら、ゾマホンぐらい行ってほしいよね。ゾマホンいくつ？ゾマホン3とか4だよ。すげえな、ゾマホン。2超えるんだね、うん、まず。どういう世界なんだろう、3とか4って。アフリカの人たちとかはもう1キロ先とかが見えるんでしょ？怖ぁ。それってさ、うん、うちらも見えてたの昔は。そういうわけじゃないの？どうなんでしょうね。生まれながらのものなの？ゾマホン7だって。何7って？7って何？何7って？3コンが 8？ 3コン 8？ え、でも3コンはなの？上は上いくつなのそれ？ギネスとかで最高いくつまであんの？やべえな。3コンでもなんか日本に来たら 0. いくつになったって。すげえ下がってんじゃん。下がったね。なんかそんな話なかったって。ちょっとなんか記憶違いかな。あ、どうなんだろう。うん、すごいね、面白いね。いやでもどんどん行ってほしいね。不思議なもんだな、視力っつうのも、うんうん、張ってくんだね、うん、まあ、すごいわ。そうだね、でも下がる一方じゃないっていうのは面白いね、うん、ね、じゃあなんてもうここ数年でまた下がってるでしょう。いや間違いなく下がってるね。メガネの度もどんどん変えなきゃいけなくなっちゃうからね、うん、そうだよ。ドンさんとかどうだったの、メガネの度だいぶ。俺ね、でも今回はそんなに変わってなかった。あ、そんな変わってなかった、うん、まあ、でも下がってはいるだろうなと思うけど、うん、ね、そこまででした。そっかそっか、うん、やだね、やだよー、やだよー。見えなくなってくんでしょうか、もっと。いやー、どんどんそのうちやるだよ。だからもう老眼鏡出たよー。鉄塔さんなんてもうあとすぐでしょ。すぐ、ね、いや、あれいつぐらいから来るのかな。40代手前じゃない？手前だと思うだな。あ、そんなまだどうなのかな、ちょっとわかんないね。
でもまあそのうち多分あれ俺手元がうまく見えないよっていう風になって、あーやだー、メガネ外してうーってやってる。あーもうなんか顔が今出てきたわ。俺それ見た瞬間俺泣いちゃうかもしれない。でもそれはもうしょうがないじゃん。それはしょうがないでしょ。しょうがない。だから俺あのメガネの下に、うん、あのレンズの下だけ部分だけさ、上半のやつあるでしょ。ある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 。よくやってるやつ。ああいうのになってるかもしんないけど、あんま、うん、言わない、何も言わない。いや、言ってだから、そういう時は言った方がいいの、うん、あれ、どうしたのそのメガネ、なんか下の方涙溜まってるけどみたいな感じで全部全部教えてくれた、うん、全部答え教えてくれた、うん、じゃあそれ言うわ、言ってくれれば、うん、涙じゃないよ、年だよって返すから、それやろ、そのくだり。いつ来るんだよ。あでも俺そのくだりやった時泣いちゃうかも。結局涙になっちゃうもんね、うんうん、来てしまったみたいな感じで、うんうん、この時が来てしまった。やだねー、怖えな、変えたくないね。うん、まあちょっと他にもいろいろ、まあちょっと、ね、結構お悩みいろいろあるんですよ。真面目なやつ、うん、真面目に悩んでるやつ、何あるんで、マイルドキャサリンさん、女性の方、はい、いや最初の皆さんこんにちは。いつも勉強するときに雑談放送を聞きながら勉強させていただいています。はい、少しご相談があります。私は今高校1年生なのですが、若いね、高校が専門学校のような学校なので、うん、2年生になると自分が学びたい学科別の授業を受けなければならない、あ、うんうん、ので今から将来を決めなければなりません。なるほど。学科は音楽や美術、ビジネス系や、文理、進学、家庭科や福祉などあります。いろいろあるね、うん、恥ずかしながらも私は K-POP が好きなので、おお、コリアンポップっていうのかな、ダンサーになりたいですと、うんうんうん、ダンサー、おー、ダンサー、韓国でデビューしたいと言っても、数ある事務所の中には反日教育があるところがある。うーん、あるね、うん、我々あんま言わないけど、まあ、世相もねちゃんと掲げて切っていかないとね、うん、日本人を受け入れなかったりとか、あるいはまあ政権みたいなね押し付けられることもあるそうです。まあ、向こうでは結構ね普通のことらしいからね、うんうん、それに対して日本人を受け入れる事務所もありますと、うん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 、現在韓国で活躍している日本人アイドルもいます。なるほど、うん、私の親は、うん、デビューできるのは実力者の中のたった一つまみの人数だということだと、うん、いうことと、まあ、反日教育というものがあるぞと心配して、まあ、音楽の勉強は反対していますと、うんうん、まあ、私の中でも、まあそのね、違う国でダンサーとしてやっていけるのかと不安がありますと、はいはいはい、でも不安なのですが、この夢というものを諦めたくないし努力はしたいと思っております。うん、うん、最初の皆さんはこれは絶対諦めたくないと思った出来事はありますか。またもし自分に子供がいたとして、こういうような夢を語ってきたらやはり、反対しますかと。いやー、それは親になってみないとちょっと分かんない、分かんないね、その気持ちは分かんないな。でもさ、うんうん、例えばドンさんそうだし、俺もまあそうだし、まあ、ペイさんもある意味そうなんだけど、うん、自分がさ、うん、やってたじゃない、そういう表現活動みたいなのを、うん、そうだね、うん、で今があるわけでしょ、うんうん、それを続けてないにせよ、うんうん、で自分の子供がそういうような方向に行きたいって、うん、だってなった時にどうするかってことだよね。あ、まあ、いや全然やらせるとは思う、うん、うん、なるほど。まあ俺の親が、まあ、そうさせてくれてるからさ、あ、うん、あ、やっぱり、ね、うん、それを見ちゃってるから、はい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 、うん、うん、やっぱそうするんじゃないかなと思うかな。まあ、あ、まあその何かにもよるかもしんないんだけど、本当にさ、うん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 、危ないことってやっぱいっぱいあるじゃない。 AV 女優になりたいって、ああそれはどうしよう。それは難しいよね。難しい、それは難しい。お世話になっている部分もあるからさ。そうなんですよ。だからな、複雑、複雑だね。それは本当に難しいな。やっぱ、そのやりたいならやりたいなりの、うん、まあ、本人の意思。そうだね、まあ、意思の、うん、お話あと聞きたいよね、思いよね。やっぱりさ、ダメな時ってあるじゃない。うん、2人の周りにも、まあ、俺の周りにもいっぱいいたと思うんだけど、うん、結
果ダメだったみたいなことってすごいいっぱいあって、っていうかほとんどがそうで、うちの大学で演劇学んでた人って今演劇やってまずやってる人が一握りで、それでさらにやっていけてる人なんてもうほぼいないのが現状なんだよね。でも自分やりたがってた自分からするとなんとかなるんじゃないかとか、やっぱそういうことを思いながら、面白いし好きだしみたいなことを考えながら、ゼロじゃないっていうところに可能性を感じる、なんかあるだろうみたいな、きっとなんかできるだろうみたいなことを思ってやっぱやりたがるわけで、そういう時にはでもこういうもんなんだよっていう話もあんまり耳に入らないっていうか、そう、まあそれはその人でしょみたいな、そうなの、自分だけは違うって思いながら生きるわけよね。そうだね、でも結果やってたことがどうだったかみたいな、無駄だったのかどうかっていうのは、その時になってみると気づかないことだし、そうなんだね、なんとも言えないんだよ、なんともだね、本当になんとも、難しいんだよね、難しいと思う、やっぱやりたいって思っちゃうとさ、止まんなくなるから、そうなんだよね、こうほんと不思議なもんだね、プラスなことしか聞かなくなるじゃん、そう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 、やめなとかっていうさ、耳をさ、もう全く伏せってなるもんね、そうなんだよね、なんで俺に言われなきゃいけないんだよみたいな感じさ、努力するんじゃみたいなね俺は努力するんじゃん、何でもやるんじゃになるからね、結果あんま努力しないみたいな、そう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 、難しいもんだよね、まあ、あんま本当軽い気持ちで答えられるんだけど、やってみるのは別にいいことなんじゃないかな、全然いいことだと思うけどね、そこでまあなんだろうね、そのさ、ゼロってことないじゃん、いやないんだよ、あと学ぶこともさ、そうだね、今後全くその何、じゃあそこで人にも知り合いができないのかとかさ、なんかそこで感じたこととかがさ、今後全くその人生において役に立たないのかとかさ、その辺は絶対ないから、何かしらはまあプラスになることはあるんだけど、そうね、そこをどう捉えるかだよね、まあ、そうだね、多分俺とかドンさんは 今となっちゃね、そのやりたかったことをできてないというか、まあドンさんは一回やったからいいけど、別にだからといって今があの時代がなきゃよかったとは思わない、思わないね、あれがあったからこそね、なんか今感じることも多分まああるんじゃないのかなっていう、あるんじゃないかな、そうね、全然、だからこの子は2年生になると、学びたい学科の授業を受けて、まあ、今から将来を決めなければいけないっていうふうに言ってるけど、将来は決まらないよっていうことだね、別にまだそこで確定じゃないから、そうなんだね、まあ、ただそれの専門の知識が増えるよっていう、そうだね、だから、まあその道をいっぱい頑張るもよし、ダンスでない、ダンスしたいっていうの、そうじゃない、ダンサーがあるってこと、そうじゃない、いたいた、うちの大学にも、別にそこから講師にだってなれるし、プロのダンサーに行くこともだってできるし、あるんだって可能性はあるよね、意外に一個じゃないから、ね、ヨガとかね、すごい、人気があって、なんかそうか、そういうインストラクターっぽいよ、とかにもまあなれる、踊りの人たちって雰囲気ちょっと違うんだよね、なんか分かる分かる、違うよね、あのね、しかもヒップホップっぽいのと、バレエってまた全然違うの、で、うち大学行ってた時さ、まあ、舞踊学科みたいなのはなかったんだけど、まあ、舞踊やってる子も結構いて、バレエをやってる人とかってなんかね、後期、わかるわかる、いや、これは俺の勝手な偏見なのかもしれないけど、ちょっと後期、後輩にね、いて、やっぱちょっと、違うね、後期ってすごい分かるな、なんかね、分かる分かる、なんか別にツンとしてるわけじゃないんだけど、すごい後期だった、分かるな、なんか雰囲気が出来上がってる感じが、まあやっぱうちらってさ、あんまバレエとかさ、特にクラシックバレエだけどとかって触れてこないじゃん、普通に生活してると、だからまああんまりその存在としては、なんだろうね、ちょっと
遠道すぎるというかさ、うん、いう感じだけど、あ、いるんだみたいな、あ、バレエって本当にやってる人いるんだみたいなさ、感じから来るちょっとなんかこうオーラ感みたいなね、うんうん、踊りやってる人ってのが面白いよな。いや面白いね。あとね、バレエやってる人たちってね、なんかね、男女問わず結構触り合ってるイメージがある。触り合ってる？触り合って男性も、まあ、うん、これは完全に偏見なんだけど、なんかちょっと中性的な感じがするの。あれ？バレエやってる男性って、これは本当に多分ちょっと偏見なんだろうけど、まあ着ているものもさ、なんかね、ちょっとぴったりした感じのそのスパッツみたいなのを履かれているし、なんかタンクトップみたいな着られている感じもするし、で柔軟体操とかするわけよ。あとマッサージとかね、終わった後の、それをまあ女性同士でもやるけど、男性もまあ少ないんだけど、その男性もマッサージしてあげるとかされるとかみたいなのがあって、なんか高貴なのになんか見たらみたいな完全に俺の偏見だよこれ、あれ俺の偏見なんだけど、あーなんか花園感あるなみたいなそこまで見たことねえなそうかそうか、そういう俺やっぱりさ、そのそう、ちょっと近くにいる機会が多かったから、舞踊公演みたいなのもあって、で俺そういうのに参加したこともあったから、ちょっと見てたんだけど、そんな感じなんだ、なんかすごいなあそこすごいなみたいな、そうそう、俺結構ね、その舞踊公演っていうのがあって、も普通の、うちの大学って、まあ、普通の演劇の公演っていうのもやるんだけど、学校で、で舞踊踊りだけのっていうのもあって、まあ、日本舞踊とかを俺は主に学んでて、で、まあ、和太鼓もあったからさ、で和太鼓のまあなんかまとめ役みたいなことやってたから、そこでそれぞれね、部署につくわけ。例えば制作とか音響照明、はい、道具とかそうやって、でそういう裏方もやりながら公演もするみたいな、はいはいはい、ことをやるんだけど、そこで俺、振り付けっていうところに入れさせられて、俺踊ったことなんて今まで一個もなかったのに、なんか和太鼓でちょっとなんかやってるから、それの関連でお前ちょっと振り付けのところ入るみたいな感じで、だから俺その舞踊をやっている強者たちの間一人俺みたいな感じで、うわで、なんか何それ、で、その振り付けの人たちが、教師、教授から振りを教わって、それを教えるみたいな感じなのね、いっぱいいるからさ、踊る人たち、それで、なんかやらされてすげえ怖かったなっていう覚えがある。へえ、難しいですね、なるほどな、まあ、あれだよね、そのやりたいことを、今モテてるっていうのはすごい、いいよね、で、やっぱり中にはさ、結構多分多いと思うんだけど、そのやりたいことがないっていう人とか案外多いと思うんだよね。なんか聞いた話はある、そういうのあんまりやりたいことがみたいな。そうだから俺一回ね、友達に言われたことがあって、そのバンドやってた時だけど、そのやりたい、がむしゃらにやりたいこと、自分のもう夢中になるようなだってやれることあるって、お前いいよなーって言われたこと、ボソッと言われたことがあったんだけど、へえ、なんかドラマみたいじゃんね。そう、なんかあで俺言われた時全然その意識してなくてさ、何、自分がその夢中になってやってるっていう、自然にやっちゃってるじゃん、やりたいからっつって楽しんでさ、でもそういう意識がなかったから、言われた時にああそうかと。やりたいことない人ってじゃあどうしてるんだろうなーってぼーっと考えたことはあって、だやりたいことあるって結構いいことなんだなーっていうのは、そうね、まあ、その時に思ったかな。何が向いてるのかっていうのを知らないとやれないかったりもすると思うんだよね、だからそういうのを探せてない状態の時っていうのもまああるんだろうなと思うんだよな。そうね、やりたいことをね、やってみて面白くない場合も結構あるからねあるだからやっぱすぐやるべきなんだよ ね、なんでもね、あ、そうでもねえなって思った時の、意外と違かったって、あれもあるよな、あるある、頑張ってほしいですね、頑張ってほしいですね、頑張ってほしいっす、
あ、ちょっとそれに似たので来てたから、まあ同じ答えになるんだけど、はいはい、うん、お名前だけ、ビートさんも、うん、なんか、進路っていうか今後の身の振り方みたいなので悩んでて、うん、まあ、この方は、大学入試の合格発表が明日なんだって。明日って多分今日送ってきてくれたやつかな、うん、まあ、受かってるとは思えないと、うん、で、この方は自分は映画作成が夢だと、うん、でその夢を叶えられる大学に行きたい。しかし映画作成を目指す勉強ができる大学は少なくとも学費が他の学部よりも高い。あ、ね、あそうなんだ、そういう問題もあるからな。しかも受けた大学は難関大学と言われるところで、うん、まあ他の学部志望の人たちは落ちても他のところがあるだろうっていうスタンスで受験されていたと、うん、で、いや、まあ、受かってるかどうか分かんないから、うん、やりたいことは、うん、本当はその大学行きたいんだけど、まあ、浪人するかもしれないと、うんうん、だけど、うん、先生たちは極力浪人しない方がいいと、まあ、言うんだね。まあそれは極力は言うんだろうな、うん、まあ、そうね、うん、で他の学校の出願も締め切りが迫っているので参考までに意見を聞いてみたいですということだったんですけど、なるほど。それは鉄道さんがどう学費ね。僕はね、まあ学費ね。学費に関してはちょっと、学費に関してはちょっとそれぞれのね、ご家庭の事情っていうのがあるので、まあこれはなんとも、なんとも言えない。でもその浪人とか、浪人に関して俺はでもね、本当やりたいことがあって、うん、で大学に浪人して大学に行ったので、うん、まあよかったかな、良い、うん、まあ、他の大学行くよりは良かったなって思うので、俺は、俺の場合は良かった、うんうん、してても良かったし、なんか浪人してるんですみたいなことも、まあ、今こうしてなんかちょっと話すネタになるみたいなのがあるから、まあ1年は本当に地獄のようだったけどね、なんかもう俺はもう虫だみたいな虫けらだみたいな、あやばいね俺は必要ないんだ、頭おかしくなってるね英語落ちてますな感じになるけど、まあでも、うん、特に学部が学部だしね、映画、うんうん、まあ別に浪人し、ただそれも期間にもよるから、期間難浪とかもあるじゃない、あ、うん、それまでに自分を保つことができて、うんうん、かつ周りも説得させられるかどうか、だってお金出すのは親御さんだしさ、大抵はそうだろうね、うん、自分でどうにかっていう、今なんかほら奨学金問題も支えかれてるでしょ、うんうん、なんかこうあるね、大変だぞみたいな、あるね、だからなんか安易には言えないけど、言えないね、頑張ってはほしいなっていう感じなんだけど、ね、うん、ただまあ映画、俺が思ってたのは大学じゃなくても行けるよねとは思うんだけど、うん、ただ大学に行っておいた方がいいっていうのは俺の親父の意見なので、うん、うん、そこは大学は行っとけっていうのあるよね、うん、あるね、あるあるね、そこは難しいところかなっていう感じだな、うん、それあるわ、それはあるね、まあ行っとけよかったかもしれない、うん、まあね、あの本当にね、どんなことをやっても多少は後悔するんですよ、うん、ああしとくべきだったかなとか、あるある、うん、うん、でもなんかそれをこう積み重ねながら結果良かったなみたいなところに落とし込めるといいよねって思いますかな、うん、そうね、大学は結構かなり自分に、自分のためになる、ちゃんとやれば、ちゃんと行けばか、本当だよね、うん、ちゃんとやらないの、うんうんうん、あれね、多分俺行ってもね絶対卒業できなかったんじゃないかな、うん、俺もそうだったもんね、ちゃんとやんなかったからね、結局、うん、もっとね勉強できるったはずなんですよね、もったいねえよなあれ、ねえ、そうなの、行ったら行ったでやっぱそれなりにためになることはまああるだろうなとは思う、うん、でも誘惑が多いでしょ、誘惑多いですよ、そうだね、女の子がいるもんだって、飲みに飲むだろうね、みんな、そう、うん、みんな飲みに行くからね、大学になったらだと思う、そんな、うん、いやだわ、恐ろしい、恐ろしいわ、恐ろしいね、恐ろしいね、なんか最後くだらねえのよみてえな、そうくだらなくて結構ね、ほんとね、いっぱい送ってもらってて、うん、読めないのが申し訳ないんだけど、うん、最後これでいいかな、コーラフロートさん、男性の方、はドサンペイさん、ドサンさん、はじめまして、はじめまして、あ、でもこの方も
食い壊れたな。まあここはいいのか。私は去年から CG デザイナーを目標に就職活動をしている大学4年生で、進路が曖昧で困っていましたが、三人称のお三方がゲーム好きということがきっかけでゲーム業界を目指し、最近やっとゲーム系の内定をいただくことができました。あら、素晴らしい。素晴らしい。進路を決めるきっかけをいただいたお三方にまずは感謝をしたいと思いメールを送らせていただきました。うん、いいですね、いいですね、ゲーム系、いいですね、素晴らしいね。なんかデザインしてくださいね、その、お願いします、お願いします。お三方に質問があります。はい、うん、私はクリームソーダが大好きで、ファミレスや喫茶店でメニューにあれば必ずと言っていいほどクリームソーダを頼みます。だから名前が、名前コーラフロートね、だから、うん、例えば、あ、しかし、友人同士の付き合いでやるドリンクバー制のファミレスではクリームソーダがありません、ないね、確かに、クリームソーダ、そうだね、例えばファミレスのドリンクバーでメロンソーダとソフトクリームが出る機会がある場合、クリームソーダを作っても世間的に許されるのでしょうか。二十歳過ぎる男がドリンクバーでクリームソーダを作っているというのは、他人から見てドリンクバーで遊んでいると思われていないかと心配になったので質問させていただきます、しょうもない質問ですみませんので、知らねえわー。ファミレスのドリンクバーでメロンソーダとソフトクリームが世間的に許されるんじゃないの？ダメなの？別にいいんじゃないの？ソフトクリームもうあれでしょ、同じの でもらえるんでしょ。そこ汚さなきゃいいでしょ別に。なんかさ、ソフトクリーム出る場所にさ、くっついちゃって変になっちゃうとかさ、くっついちゃう、水の部分が、とかそういうことにならなければ迷惑かけなきゃ。別にそれは自由じゃん、お金払ってんだもん。見たところで何とも思わないけどな。クリームソーダ作ってるなとは思うけど、思うけどそれだけだよね。いいな、あ、ちょっとうまそうだなぐらいに思うよね。でもそれに続いて俺できないかもしれない。なんかちょっと緊張しちゃった。ああ、まあわかる気がするけど、俺もコーラ飲みたいっつってコーラ飲むと思う。ファミレスでいろんなドリンク混ぜるやつってまだやってるのかな。いや、あれやるんじゃない。それはやるよ。あれに比べたら全然いいんじゃないの。そうだよね、あれなんかみんなやるよね。とりあえず1回はやるよね。やる、混ぜて変な味にして遊んでたな、遊んでたっていうかなっていうか、まあやるよね、アンバサガールっつってさ、飲みたいもの飲ませない、なんか持ってくるよっつって、変な感じにしてやる、そう、変な感じにしてコーラでって言われたのに、早くやってたな、あれこの色コーラみたいな、あ、そんなだったよ、そうらしいみたいな、あのさ、オレンジジュースさ、2つから出るじゃん、ブって。オレンジジュース2つから出る。オレンジ色のと、あ、原液と薄めるやつ、あれは水が出てんの？何が出てんの、あれ。水と原液なの。汁オレ汁、オレ汁と、あれは純粋な水じゃないってこと。あれ水だって。あ、純粋な水なの、あれは。そうじゃない。コメントで水。そうなんだ。へえ。ですって。知らなかった。それは薄めるよね。なんだろうなーと思いながら。薄めたやつを入れとくのじゃダメなのか。なんかいろいろあるのか。セット、やっぱ原液はセットができるんじゃない？ああ、なるほど、ね。そっちの方が機械的にあれなんじゃない？いっぱいストックしてできるとか。いや、全然今勝手に喋ってるけど。勝手に喋ってんだね。今すげえ勝手に喋ってたから。ファミレス。うん、時々行きたくなるよな、ファミレス。ファミレスね。でも一人では行かないじゃん。来ないね。また行こうよ。どこ行きであれじゃん、必ず。ああ、そういえば行ってたね、ファミレス。大体行ってるね。必ずファミレスじゃん。なんか美味しいの食べようよとか言いながら、気がついたらファミレス入ってるじゃない。気軽に食べれるとこ入っちゃうからね。そうだよ、美味しいからな。美味しいから。そんな感じでございますかね、今日は。はい、結構、あ、結構やりましたね。結構やりましたよ。はい、ということで、そうだね、今月は、この後は特に何もないので、まあ変わらず動画とか生放送とかとか感じかな。はい、まあ都会議
話戻しますけど本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで楽しかったですと。ありがとうございました、うん、へえ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 。というわけで今回の雑談、うん、第143回は以上となります。お、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。